Thank you.
軽井沢国際カーリング選手権大会2022。この配信はエステー株式会社高沢マテリアルの提供でお送りします。全国のそして世界のカーリングファンの皆様、おはようございます。軽井沢国際カーリング選手権大会3年ぶりの開催となりました。その3日間の大会最終日を迎えています。これから行われますのは女子の3位決定戦の模様をこちらのチャンネルではお伝えしていきます。チーム藤沢対チーム吉村の一戦です。こちらも注目の試合となりますが、ぜひともお楽しみいただければと思います。また別のチャンネルでは男子の3位決定戦チームシュスター対チーム平田の試合も別のチャンネルで、お送りしています。こちらの男子の3位決定戦につきましては準備ができ次第お伝えしますので少々お待ちいただければと思います。試合前の練習が終わってレースティーが今行われているところです。こちら女子の3位決定戦チーム藤沢対チーム吉村の一戦、解説は長野県カーリング協会強化育成部長の佐藤光希さんでお送りします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。いや、もうチャット欄もこの試合は見逃せないというコメントがたくさんありまして、そうですね、やはりひとまず、まあ、この3位決定戦という立場でこの両チームが当たることになりましたが、どういう試合を期待しましょうか。そうですね、まあ、国内、ね、チーム同士ということもありますので、はい、まあ、こう思いっきり、ね、お互い攻め合うような、ね、こうちょっとスリリングな展開が続けば面白いかなと思います。はい、では場内では選手の紹介が行われます。チームと選手を C シート、D シートの順で順番にお知らせいたします。それでは参りましょう。まずは男子3位決定戦、ストーンカラー、レッド、チームシュスター、リード、マット・ハミルトン、セカンド、コリン・ホフマン、サード、クリス・プライス、And fourth skip, John Schuster. Alternate, John Landsteiner. Stone color yellow, Team Hirata. Lead, Miura Yoshio. Second, Aita Kosuke.サード、目黒亮太、フォーススキップ、平田康介、アルタネイト、薄井慎吾、シート D、女子の3位決定戦です。ストーンカラーレッド、チーム藤沢リード吉田ゆりか、セカンド鈴木ゆみ、サード吉田ちなみ、フォーススキップ藤沢さつき、アルタネイト石崎琴美、ストーンカラーイエローチーム吉村リード、大宮アンナ、セカンド小野寺加穂、サード小谷優奈、フォーススキップ吉村さやか、オルタネイト
船山由美恵。どうぞ大きな拍手でゲームの方も盛り上げてください。それでは参りましょう。両チーム、まあ、男子の試合も含めまして選手紹介が行われたところです。両チーム、昨日の準決勝はチーム藤沢はチームエイナーソンにエキストラエンド4対3で敗れました。こちらは接戦でした。そしてチーム吉村はチームイーキムに7対5で敗れたという試合でしたが、あの配信の方はチーム藤沢の方の試合でした。こちらはどういう印象でしたか？そうですね、まあ、今シーズン非常に対戦が多いですよね。もういろんなところで当たってる、はい、まあ、お互いもまあ、ね、手の内というか、はい、なんとなくこう来たらこう来るんだろうなっていうのがこう分かりきった上で の、はい、あの対戦だったと思いますので、はい、こうなんですかね、 お互いこう、まあ、いいところを、まあ、出しつつってとこもあったんですけども、やはりああいうこう点差の広がらない試合になりますよ ね、 ね、もう、グランドスラムでも何回でも当たってます。パンコンチネンタルでも当たってます、はい、もうでも、ずっと続く対決ですもんね。そうですね、はい、もう今世界ナンバーワンのね、エナさんのチームですの で、はい、まあ、やはり対戦する機会も今シーズンはやはり多いのかなと思いますね。さて試合が始まっています。チーム吉村が先に投げます。まず大宮アンナです。一方のチーム吉村については今大会ここまでの印象というのはどんな印象でしょう？そうですね、やはりこう元々の底力のあるチームですので、はい、まあ、比較的こうショットも安定していて割とこう調子良さそうだなっていうようなイメージですね、うん、ラウンドロビンの最終戦ではすごくいい試合、北沢相手、チーム北沢相手にものすごく点差をつけて勝ったっていう試合もありました。一方こちらは吉田ゆりかです。大宮の1投目がティーラインより奥に行きましたので、コーナーガードですか？そうですね、高校ですのでね、はい、まあ、チャンスがあれば積極的に攻めていこうってスタイルですよね、はい、先手の1投目に構わずコーナーガードを置いてきました。さて2投目、1投目はティーラインの奥に入っています。いていいよ、ちょっとディープかな、ちょっと幅足りなかったわ。14点よ、いいよ、うん、今度はティーライン上、ハウスの中にヒーローストーンが縦に2つ並んでいます。そうだね、今の感じだと、まあ、いきなり打ちに行きますか、これは。そうですね、コーナーガード置きました。でなおかつ相手が今センターの非常にいい位置にストーンドローしてきましたので、はい、ここはヒットロール狙って自分たちのコーナーガードの後ろに投げたストーンを隠したいですね、うん、当たる、ちょっと外にロールする、裏に隠れてるか、まずダブルテイクアウト、そして裏にもこれは入ってそうですね。一発で決めてきました。そうですね、なかなかね、吉田理香選手のテイクアウトっていうのは珍しいですからね、はい、まあ、どちらかというとセットアップの打順ですけど、2投目にして早くもこういう展開になりました。そうですね、続いて小野寺佳穂です。おー、しっかりと出してきます。結構しかもガードから離れたところに置けましたよね、キール。そうですね、まあ、ただガードから離れたんですけども、うん、ティーラインの奥結構後ろの方にストーンが行ってしまったので、はい、まあ、ロコソラーレの方はこれを無視して自分たちのコーナーガードの後ろにカマーラウンドしてきますよね、はい、
続いて鈴木由美です。ガードのある方に置いてきました。これは小野寺の2投目の狙いは何になりそうですか。そうですね、すごくしっかりコーナーガードの後ろに今赤のストーン隠れてますので、ちょっと打ち出すのは難しいだろうということで、赤のストーンにこう黄色のストーンをつけるフリーズってショットを狙ってきますね。ちょっと早いわ、後ろがいいよ。先ほどの鈴木由美が投げたライトほぼ同じ形になります。くっつくかどうか。オッケー、オッケー。14。後ろの方に行きました。少しだけウエイトが強かったので、はい、その分ちょっと曲がりが鈍くて、こう赤いの層にくっつけることはできなかったですけども、非常に惜しかったですね、はい、続いて鈴木由美の2投目。これも先ほどとほぼ同じようなライン。当たって黄色の方に向かえばですが残りませんでした。これは黄色にくっつけるところまで、そう、黄色にくっつけるかくっつかないまでもナンバーワンナンバーツーで残しておくと複数点のチャンスがこう広がったかなっていうショットでしたね、はい、わずかにずれた形になりました。さてサードチーム吉村は小谷由良です。いや6、7、ちょっと曲がりそう。ないよ、7、2、5、5、ウェイトある、待て、後ろの平気。しかしまあ第1エンドからですが結構両チームとも攻め合いのような形にはなってますが、触らない。うーん、後ろまで抜けてしまいました。こっちじゃなくていい？先ほどの小野寺の時にもありましたけど、ほんのちょっとだけ早いっていう。そうですね、ほんのちょっと早いのでほんのちょっと曲がってこないっていうようなことがちょっと繰り返されてますけども、非常にね、あのフィーリング自体は、合ってきてるとは思うんですけども、ほんとわずかなとこですね。まあ、そのほんのちょっとってすごくコントロール難しいですよね。そうですね、はい、続いて吉田知奈美です。チーム藤沢サードの1投目。黄色の方のストーンに向かってますが、これでワンツー作りました。もう一回狙いますか。そうですね、まあ、見えてる今止まった赤のナンバーワンのストーンをテイクアウトするっていう候補もあるかと思うんですけれども、はい、まあ、もう一度、まあ、くっつけて隠した方が、まあ、自分たちのチャンスにもなるのかなっていうところですね、うん、3回目で持ってこれるかどうか。小谷の2投目。まずこの赤のガードはかわせそう。3回目で来た。ナイスショットですね。これをもう当初から狙っていたと。そうですね、ワンではないですが、ということは今度は何を狙ってますか。これは
今ロコソラーレの方はナンバーワンしか持ってませんので、まあ、ハウスの中にナンバーツーのストーンを、まあ、自分たちで、はい、あのまあ置きに行こうっていうショットになるんですけども、まあ、ナンバーワンと、ね、同じ方向にドローを投げてしまいますと、はい、まあ、ダブルテイク簡単にされてしまう可能性がありますので、今コーナーガードのある、まあ、小谷選手が投げたラインと同じラインで、はい、まあ、もう一度ナンバーツーを作り直そうってとこですね。ちょっと後ろ足ぐらい、待ってね、でも近いよ、まだ待ってます。どこまであれ9、まだない、8、9ある、待ってね、まだね、まだ薄め、9で回ってるわ、9で回ってるか当たんないか微妙、ちょっとだけ触った、ワンにならず、ツー、サン、ヨン、フォーですか。そうですね。1、3、4がチーム藤沢、ツー、ファイブが、吉村というストーンですが、どちらにしてもワンツー取れる？うん、取れる。うん、どっち？こっち？うん、ちょいね。あと2投ずつ。フェードは？まだ？OK。結構こっちも伸びてるわ、相手伸びたらね。うん。まあ、やはり選手の言ってることは結構分かりやすいので、そうですね、はい、あのよく聞こえますし、はい、まあ、自分たちこうやりたいんだよ、こうなったらいいんだよっていうような、はい、まあ、すごくね、あの、まあ、スキップのショットってことでもう点数に絡んできますので、まあ、すごくね細かい打ち合わせをしてっていうところですよね。結構滑ってるよね。まずは今はナンバーワンを打ちに行くと、そうですね、はい、出しに行くというショットになります。吉村沙耶香、なおかつ自分の投げた黄色いストーンをハウスの中に残したいですね。で、ワン、ツーまで持っていきたい。当たった後です。ん、白に干渉したがワン、ツーです。これでひとまずはいいと。そうですね、はい、あの先行としたらねすごくいい形ですよね。ハウスの中でこうワンツーを持つっていうことは、まあ、相手にプレッシャーかけてますので、はい、あのすごくいい展開になってると思います。さっとフリーズでいいっていう話もありましたが、そうですね、まあ、相手のストーン打ち出すっていうのもありますけども、まあ、ここですので、まあ、スキップの2投最後まで、まあ、2点狙っていこうっていうショットですよね、はい。藤沢さつき、ラインつく、ラインはいいよ、ラインすごいいいよ、ウエッジだけ、ラインだとイエスかな、ラインです、おいしく、ラインです、ウエッジだけ、ラインよ、ラインさつき、カットバー、最後で、ゴー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 、さあ引っ張ってくる、ここからはスイーパーの見せ所です。ちょっと手前でもワンは取っています。そうですね、少し隙間空いてますけれども非常にいいショットだったと思います。そうだね、うん、これまで出てもしょうがないから、うん、いやどっちもいいかな。さてちょっと神経、うん、使いますか、こっちの方が。そうですね、比較的、まあ、今赤をね打ち出したいんですけども、赤の後ろにストーンが3つぐらいあるので、はい、まあどのストーンにも当たらず、赤はきちんと出さなければいけませんので、ちょっと神経をね使うショットになるかなと思いますね。あれ、これダブル見てますか。うん、ダブル見てるというよりはそちら側にストーンが行、まあ、った時に、まあ、ダブルになればもちろんですけども、もしこうあの赤に今ナンバーワンの赤が当たってしまった時に、はい、ナンバーワンになってしまう可能性があると思いますので、はい、そうなってくると相手にまた2点っていう、藤沢選手ドローすれば2点って形に簡単になってしまいますので、はい、まあ、あの赤には当たるんだったらダブルにならなきゃねっていうところですよね。なるほど、はい、おっと結構ウェイトあるぞ。当たった、後ろの黄色も干渉したが2つ出しました。とまず複数失点のピンチをだいぶ切り抜けたところはありますが、
あと1投。ササちゃん吹けてないので。幅一緒？うん。これ最後の狙いは何になります？そうね。この幅。ドローするんじゃと思いますね。これ今もう黄色をテイクアウトする方法はありませんので、はい、まあ1点しっかり取ってっていうところですね。はい、しっかりと。ナンバーワンを取りに行くドローになります。第1エンドのラストストーン。白丸丸で大丈夫。ラインごめん、さっきよりちょいちょい、あ、いや大丈夫だ。ライン本当に一緒。 15.2。 あ、ナイス、うん、問題はなさそうです。第1エンドはチーム藤沢1点。今の攻防は結構第1エンドから見どころありましたよね。そうですね、あの、ね、吉村選手の方は、まあ、うまく1点取らせたなっていうところですよね、うん、あの道中あのチーム藤沢側が結構複数点取れそうな。そうですね、ハウスに比較的ストーン多く残してましたので、まあ、高校としたら非常に、まあ、ハウスも広く使ってましたし、はい、まあ、複数点取れそうだなっていう、そういう雰囲気はしてましたね。そこしっかり、まあ、吉村2投でしのいだと、うん、やはりあそこのフリーズ決まってからは、まあ、かなり楽になったのかなっていう展開でした ね、 あ、 ね、まあ、あそこのいわゆる画面でいう右側の3時のところにあった赤のストーンにもう早い段階からフリーズは狙っていたと。そうですね、まあ、3回チャレンジして3回目にあのしっかり決めましたので、はい、まあ、そのあたりがあのすごく効いてきたかなっていうエンドでした、はい、戦後入れ替わります。今度はチーム藤沢が先に投げます。まあ、朝早いですが今大会は有観客観したり、そしてあのシートの横にはこたつ入りのエキサイティングシートもありますが、そのところで観戦している方もこの試合は結構多くいらっしゃいます。そんなお客様の熱を間近でひしひしと感じながらというこの3位決定戦、第2エンドが始まりました。気持ちちょっとタイトぐらい、タイトタイト、めっちゃ熱いで大丈夫、めっちゃ熱いんだよな、うん、曲がってきた、うん、ナイス、ナイス、ナイス、しっかりとセンターガードを置きました。繰り返しになりますが、今大会はノーティックルールが採用されています。全体の5投目が投げ終わるまではフリーガードゾーンにあるセンターラインにかかっている相手のストーンを押してセンターラインから外すことができません。ないよ、ないわよ、パホー4、パホー4、いや、ないわ、いい感じ、まだ外で取ってる、4、いや、曲がってきた、4、5、OK、そのまま来てるよ、来てるよ、もうちょい、うん、半分ぐらいですか。そうですね、やはりあのノーティックルールがあるのでちょっとガードにかかることが結構嫌っていう考えてる選手いるんですかね、はい、やはりガードにこう当ててしまいますと自分たちのストーンその時点でアウトになってしまいますので、はい、やはりまあ最初からもう7個でゲームしなければいけないっていうところだと、まあ、やはりこのレベルになってきますと、まあ、非常に不利になりますので、まあ、かなり余裕を持って前のガードをかわすっていうような形ですよね、はい、だから今の、 あの大宮の1投目はまさにそんな感じの、そうですね、はい、もう前をかわしてその後どれだけこう曲げることができるかというか、そういう勝負になってますよね、はい、一方吉田家から2投目は T ラインの奥に行きましたがガードには隠れてる形です、あ、待って待って、 そのぐらいかな、 OK、質問来てますね、チャット欄で、あのノーティックルール自分の石は動かしていいのかなっていう質問があるんですが、これは自分の石は当ててセンターラインから外してもいいという、相手の石が動かせないというルールになってます。実際にでもそういうシチュエーションってあるんですかね。わざわざそのノーティックに適用されているセンターの石をわざわざ外して
自分で動かしていくっていうシチュエーションがあとはあるかどうかっていうところですよね。例えばものすごく自分たちが点数を勝ってる時に先行になって、はい、ハウスに入れてくださいって指示をスキップに出されてるもかかわらずガードを置いてしまったっていう時にはあるかもしれないですね。届かなかった場合、そうですね、届かなかったっていうミスショットが生まれた時に、あ、勝っててガードなんていらないのに置いちゃったみたいな時には自分たちのストーンは動かしたいなっていうことはあると思いますね。あ、まあ、全くないシチュエーションではなさそうっていう、そうですね、はい、それは確かに想定としてありえそうですね、うん、さてこれは鈴木由美の1投目まだ見てますがだいぶ外、しかもちょっとウェイトがありますがハウスの中にとどまるかどうか、うん、奥に行きました。次がチーム吉村セカンド1投目、小野寺加穂。もうここからは赤のガードを外すことはできるんですが、どんどん前、ちょっと手前、ガード、これガードになった形ですか。そうですね、本来だったら自分たちのナンバーワンのストーンにフリーズぐらいまであって、はい、まあ、早い段階でこうワンツー取りたかったんですけども、はい、ちょっと、まあ、スキップが予想したより投げ手がちょっとウェイトが弱かったのでより曲がってきてしまったので、はい、まあ、そうであれば、まあ、まずはガードでもいいよっていうところで作戦を切り替えましたね。3投ずつ投げ終わったところ、センターハウスの中黄色の石がたくさんある状況、前を壊しに行きます。中も狙う、うん、できれば中ちょっと状況を変えたかったか。そうですね、ナンバーワンの人にこうちょっと触れたりすると、まあ、出ないまでもこうちょっと形が変わると面白かったかなと思うんですけども、はい、でも十分その可能性がこうあったショットでしたね。そうですね、ちょっとおっていう楽しみを見せてくれるようなショットでした。小野寺の2投目です。うん、ちょっとだけ触れた、触れでセンターに入ってきました。そうですね、今少しの触れだったので良かったと思うんですけども、はい、大きく触れてしまいますと自分たちの投げたストーン外に行ってしまって、まあ、ちょっと相手にとってもね、使われてしまうストーンになった可能性があったので、はい、ここまではまあ織り込み済みという、そうですね、はい、あとは本当にかすった程度で済んでよかったなっていうところですね。なんとか曲げないようにって。そうですね、なんでもスイーパーとするとちょっと生えたらウェイトありすぎるかなっていう形だったんですけども、今の場合はもうラインの方が大事っていう形でしたね、はい、もうどっちを優先するか、ラインを優先するかウェイトを優先するか、このバランスも非常にもう投げてる中ですけど、ほんのちょっとの時間でしか考えられないです。そうですね、本当もう 何秒の間に決断しなければいけないので、はい、すごく難しいですよね、はい、これはそうです、もう中ですね、うん、まあ、チーム藤沢先行ですので、はい、まあ、あまりこう前を切るっていうことに固執してると、はい、今ハウスの中に結構黄色のストーン入ってますので、はい、もうちょっと複数点取られる可能性結構高くなってますので、まあ、そうであれば切り替えて先にまあ自分たちがよりいいところ攻めてしまおうというところですね。となるとこれ一発で中に放り込みたい。そうですね、これをやってくるっていうことはこれ決まらないとそれに合わせて、まあ、
チーム吉村側が動いてくる可能性も。そうですね。なんでまあ先行なので少しリスクはやっぱり追うショットにはなると思うんですけれども、はい、決まるかどうか。結構コール大きな声出てる。手前のマス、ちょっと曲がってきて触れます。コースを塞いだ形にはなりました。打ちますか。そうですね、自分たちのストーンの前に赤があるので少しリスクはあるんですけれども、まあ、あのストーンやっぱり、まあ、チーム藤沢にとってみると非常にあの使い勝手のいいストーンになりますので、まあ、弾き出しといた方がリスクはないですよね。小谷の1投目、薄い方ない、いやラインを見てる。すごい考えてる様子が伺えましたが、金色に当たったか。薄かった。そうですね、これがやはりリスクですよね。自分たちのストーンより相手の層が前にあると、うん、こういうことは起きますよね。同じサイドで行こうかな。結構曲がってたから。そうだね、大丈夫。すぐさまもう一回。まあ、ティーラインより後ろですけども今赤ワンツーですので、まあ、藤沢選手にとってみれば今逆にもうスチールするチャンスが来てますよね。さ、先ほどはちょっと手前でした。吉田ちなみに2投目、このストーンはさっきと同じ位置でもいいですよね。今度は手前でもいい。手前でもいいですね、はい、自分たちのストーン T ラインの奥でワンツー持ってますので、はい、後ろに行っちゃうよりは前の方がいいかなっていうショットですね。あとはもう止まれっていう状況、 T ラインより手前だ。しっかり今はそうですね、ストーンの勢い上とは良さそうでしたね、はい、ただガードには隠れてないと思うので結構しっかり見えてるのでちょっとこう、そうですね、標的にされてしまうのかなっていう位置ですね、うん、トリプルまでありますか。まあトリプルまであるとは思うんですけどね。ただまあしっかり自分たちの投げたストーン残したいですよね。先ほど1投目はアクシデントになりました小谷ですが、2投目頑張って曲げたくないほどスイープ、当たってから1個は出ない。ただワンは取って裏に隠していきました。非常にいいショットになりましたね、うん、これは納得の様子。ゴーデンね、ハーフオープンがいいかな。これできるように、てかハーフオープンになっちゃうかもな。あ、オッケー。あと2投ずつです。1個だけ取ってもいい？うん。5でハーフオープン？うん。本当はね、6行きたいんだけどね。うちと同じ幅？いや、狭くしてる。狭くした。狭くしてるから滑るかな？いいぐらい？うん。もうちょっとちょい掛けぐらい。細かく今狙いを。そうですね。はい。まあ、やはり先行ですのでね、相手にいいとこ取られてますので、はい、まあちょっとプレッシャーのかかるショットではありますよね。かなり早い段階から声が出てるが、手前になりました。ここから複数点をどう組み立てていくか。前半後半相
点は16だったね。まあ、もうねセンター戦が始まってますのでね、もうこのセンターに向けてカムアラウンドして、まあね、今しっかり1しか持ってませんので、まあ、少なくとも2にはなっておきたいっていうショットですね。だったら結構伸ばせはすると思うんだよね。そうだね、ただ非常に先ほど、まあ、同じライン両チーム使ってるんですけども、まあ、なかなかラインとウェイトと噛み合わないといいとこに来づらいのかなっていう感じを見てて受けますので、まあ、ちょっと難しそうではありますね、うん、なんていうか選手の力を試されるアイスという。そうですね、はい、投げ手のストーンとあとまあスイーパー、まあ、ハウスの中任されてる選手とってコミュニケーションが非常に大事なラインですよね。吉村の1投目曲がってきてるか。でも小谷がブラシを指し示したところに置けます。 15.4 まだヒード1だけです。そうだね、いいと思う。最後の一投が何になるかっていうことを想定してですよね。そうですね、最後ヒーデマはこっちにくっついちゃって回る、まあ ねうん、まあ、なるべくだったらというか、まあ、最終的に終わらせる形したら1点取らせたいっていう、はい、まあ、チームスタートとしてはそういう方向性だと思いますので、そうなるためには何がいいかなっていうところですよね。しのぎのディフェンスの一投、そうですよね、ここまで31投ですか、31投目になりますけど、誰がどこのライン使ったかっていうことを全部把握してるってことですもんね。誰も使ってないという話が今出ましたが、やはり使ってないラインですと、まあ、ちょっと使ってるラインより、まあ、滑りが鈍かったりっていうことも可能性としたらありますので、はい、まあ、そのあたりチームで情報を共有してってとこですね、はい。どこまで来るか、ほんのちょっとだけ触れて、うん、最後ドローラインがまたこっち側からはほぼなくなってきた形にはなりましたが、キープからの超えたら曲がる、オッケー、うん、おっとブラシが当たりましたが、これはそうですね、うん、まあ、ハウスの中に入っている 1,2,3,4 ナンバー5、あの赤のハウスかかってる手前の赤の隣の黄色を押すっていう。そうですね、先ほどあの吉村選手がドローしたというか、はい、そのストーンをまあもう少ししっかりハウスの中に押し込んで、まあ、その方が一番簡単だろうってとこですよね、うん、それで2点目を取りに行くというショットになります。まあ、投げる方向もね同じライン使えますし、先ほど1投投げてますので、はい、まあ、その辺のね情報は持ってると思いますね、はい、比較的投げやすいショット。とはいえ、まあ、試合の主導権を取れるかという一つキーになるプレーになりますが、押してからです。しっかりと中に入れてきてナンバー2取りました。第2エンドチーム吉村2点です。ここまで仕上がりいいですね。そうですね、チーム吉村2エンド目は非常に主導権取って、はい、まあ、複数点の可能性をずっとこう残しながら、はい、最後しっかり2点取り切ったっていうのは、まあ、チーム、まあ、吉村にとってみると非常にいいスタートだなと思いますね、うん。なんていうかここまで攻防非常に見応えがあります。まあ、もう手の内は当然お互い知り尽くしている両チームの対戦ですけど、なんていうか、まあ、今大会の両チーム最後の試合ということになりますが、
かなり激しいですよね。というそうですね、うん、あの両チームとも非常に今大会調子良さそうですので、うん、やはりそういった中での対戦になりますので、こうやはりこう見応えのあるというか、はい、そういった試合になっているのは間違いないですね。ひとまずこの大会の締めくくりの試合どう終えて、まあ、次に向かうかというその試合になります。第3エンド戦後入れ替わります。大宮のアンダー2ちょっとはけたいな、はい、作って2本2ちょっとキープしてるわ、2本、うん、ちょっと伸ばして伸ばして今曲がってきた、もうちょいもうちょいセンターセンター頑張れ頑張れ、えっせ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 っセンターにかかればですが、ん見ますか一応。そうですね。これ乗ってない。ない。乗ってない。乗ってない。親コーナーかい。うんうん。乗ってないということになりました。はい、はい、これ乗ってるのと乗ってないはえらい違いな。そうですね。はい。まあいろいろ撮影のあのやり方も変わるでしょうし。はい。まあ当たっちゃった時のっていう対処も変わりますので、はい、まあ投げる前にこう両チームで確認するというのは非常に大事ですね。ないよ。あの本当にな測りたいときはあの三角定規が用意されたりとか、そうですね、はい、もうそれぐらいあのかかってるかかかってないかはあの選手にとってみるとあの全然違うことなので、はいはい、今吉田ひかに1投目ちょっとウエイトが危なかったですが、そうですね、はい、かなりあの遅めのというかショットだったので、はい、もうスイーパーもちょっと苦笑ってましたね、うん、ひとまずホッとしたところでした。しかし三角定規で測るっていうのはものすごくアナログですけど分かりやすいっていう、はい、他に何かねこう測る方法がこう開発されればいいんですけども、例えばなんかあの石にセンサー乗せるとか、はい、そうなってくるとねもっと楽だと思うんですけども、今はまだあの非常にアナログな形ですけども ね、あのホッグラインを超えたかどうかっていうのはセンサーありますけど、なんか多分今後そういうのももしかしたら開発されるかもしれない。そうですね、はい、今あのスポーツ界でねいろいろそういった形でいろいろもうデジタルをこう導入してっていうのがあの、まあ、主流になってきてますので、仮にももしかするとそういうのにこう影響されてくるかもしれないです ね、はい、ね、これはハウスの中にある黄色を打って逆側、外側へ開いていきます。うん、うん、12.8、うん、ちょっと早い、うん、あ、質問来てますね。センターラインにかかってるかどうかの判定は本当の中心線だけか、それとも控えてる黒い線にかかってるかどうかっていう、あのたまにセンターラインが複数引いてある場合っていうパターンがありますけど、これはどれかの線にかかってればいいっていうことになります。あーかごめん、ライン越えだ、ちょっと外に出ていきました。反対側に行くよ。まあ、今回はこのカリザーアイスパークのセンターラインは1本しかありませんので、この線にかかってるかどうかだけです。鈴木由美の1投目。ライノードライノード、いいゴリよ、いいゴリよ、負け負け負け、いやこれストレートだ、ストレート3、まずこのロングガードはかわして、うん、マジよ、おーおーいいよ、なんか改めてコーナーガードを置いたような形になりました。そうですね、本来だとあの、まあ、もっと置いてあったコーナーガードの後ろにカマーしたかったんですけれども、はい、まあ、ちょっと予定してたより結構ウェイトが弱かったので、うん、まあ、そうであればもう少しいいところにコーナーガードを置き直しっていうような作戦に変えましたね。小野寺の2投目です。このセンターラインに近い黄色のガードの裏、うん、ほぼ隠れました。 T ラインの前です。
もやることは決まって早いですね。そうですね、はい、もう前のガードから2つ出したいっていうところですね、はい、当たって2つしっかり出ます。しかもセンターちょっと空いてるような形になりました。そうですね、センターガードもずらすことができましたし、はい、まあ、こういうショット投げれるのはすごくあの鈴木選手の強みですし、うん、まあ、藤沢選手にとっても心強いですよね、うん、まあ、あの何気なくさらっとほぼノータイムで作戦が決まりパッとできるという粛々とという、もう当たり、もうやって当たり前、決まって当たり前っていうそのチームの、まあ、レベルの高さを感じますよね。当てて、つまりセンター塞ぎたいんですね。これ曲げたいっていうことは当てたかったんですよね。そうですね、また、まあ、あの後ろにカマーラウンドしてきたかったんですけども、まあ、ちょっと曲がりがもう強かったので、うん、そうであれば、まあ、例えば赤を縦に押してちょっとコーナー寄りになるよりは当ててしっかりセンターガードにした方が、まあ、自分たちにとって有利かなというところですね、うん、今あの小野寺がどっち向いて吐くんだろうっていうところもちょっと考えたシーンがありましたけど、サイドを狙ってきます。サイドの裏を取ってハウスの中に入ってきます。どっちがいい？どっちの方がいいか？センター行く？なんて？センター行く？オッケー、いいよ、いいよ、うん、仕上がっても悪くない、ね、このエンドはチーム吉村が先行、サードの2投目です。小谷優奈ハウスの前にガードがたくさんあるのでどちらに隠すか悩みますよね、これはどっち側に隠した方がいい、やはり自分の質問側に隠した方がいい、まあ、もうサードのショットになってきますと、はい、まあ、センターに隠した方が、まあ、点数は取られづらいというか点数の計算ができてきますので、まあ、サイドに投げるよりはこうセンターに投げときたいっていう、特に先行ですので、そうですね、はい、ですのでセンター側のガード、いや、 T ラインより裏ですけど1、奥ですけど1を取りました。藤沢はセンターにある黄色のガードを指してます。剥がします。今はあれですか、これがちょっと違ってたっていう、まあ前のね、もちろんクリアリングは狙ってたんですけども、まあ、もう少し厚く当てるともうちょっと動かせたストーンの数が違うのかなっていうところだったんで、あ、もう少しいいライン来てたんだったらもう少し狙、もういわゆるもう少し難しいショットを狙ってもよかったなって、多分自分の中で反省だと思いますね。やはりもう志が高いという、そうですね、もちろんあの1個だけ出すだけでも十分あの成果を上げてるんですけども、はい、その1個上も狙いたいよね、もう1個レベルの高いところもできたのに、うん、あ、イエスって言っちゃったっていうところでごめんねっていうような会話がなされてましたね。ちょっとね、あの、最低限やらなきゃいけないことにちょっと、そうですね、それはできたからまあいいけどっていう、せっかくいいラインだったのでもう1個上狙えたかなっていうところも あのあったので余計に悔しかったんじゃないですかね、はい、うん、さてあと2投です。小谷は改めてセンターのガードを指してます。
止めたいっていう。そうですね、あまり近いとやはりガードとハウスの中のストーンとのダブルテイクって形になってしまいますので、もうそれ以上いかないでっていうところですね。心の叫びが今出てました。もう滑ってるストーンに対してはもう祈るしかないですからね、止まってくれと、止める行動をすることができないので、はい、思うことしかできないので、非常に分かる気持ちでした ね、はい、ちょっとセンターからはやや外れた形になりました。勢い的にさっきの私のだとちょっと早い、あれと早い、あれだと早いかな、13.8、これを受けて藤沢は、そうですね、まあ、全部黄色のストーン見えるわけではないんですけども、あの黄色のストーンをちょっとまあ弱めの速さのストーンでいって、こう弾き出そうというところですね。で、自分は残してワンツー。そうですね、自分残してワンツーっていう。曲げたい方向のスイープ。ガードはかわす。あとはどうだ、頑張って曲げたい方向のスイープはしっかり当ててワンツーです。ナイスショットですね。いやー、高校は鈴木頑張りました。すごくわーっともうちょっと曲げたいっていうのが本当にそのまま、鈴木選手のね、スイーピングです。すごく、いい風にストーンが曲がってきましたね。スーッとだからフーという鈴木の顔も映りましたが、さてあと1投ずつ、ノーズか黄色の前か、まずは1個出したい。そうですね、1個出して自分たちがその場でまあきっちりヒットステイして、まあ1にはなっときたいってとこですよね、うん。で相手待ち、そうですね、はい、裏ヒットロール裏隠すまでは狙わないですか。裏隠した時にナンバーワンになれればいいんですけど、はい、相手のストーンも入ってますので、はい、隠した時にナンバースリーとかになってしまうと意味がなくなってしまいますので、それは確実にヒットステイでいいんじゃないかなと思います。そうですね、ヒットステイになりました。これで吉村はもう最後の藤沢のショットを待ちます。そうですね、今できることの中で一番いいショットだったと思います。すごい飛んでるね、相手のさ、今の順々うんすよ、うん、もうここは2点パターン絶対に逃せないので、慎重に今スイッチ半でも悪くない、スイッチではね結構キープしてた、柵を練って決めました。ここまで比較的試合テンポがいいですよね。そうですね、あまり両チームともあまりこうな、まあ、調校するというか、あまり長く考えるシーンがないので、はい、比較的いいリズムで試合が進んでますね、はい、問題なさそうです。第3エンドはチーム藤沢2点、見応えのある試合がまだ続いています。うん、ちょっとイメージと違ってたんですかね、なんか思ったより曲がったっていう話にはなってますが、ここまで3対2、第1エンドは藤沢1点、第2エンド吉村2点、そして第3エンド藤沢2点。やはりカーリングの基本である高校でいかに複数点を取るか、割と両チームともその基本にのっとった形で点数が取れているのかなと思いますね、はい、ということは先行でどう試合を組み立てるかっていうのも一つポイントになりそうですか。なんで1エンドみたいに相手にこう1点取らせるっていうのが先行としてできると、やはりまあ自分たちが高校になった時にグッドチャンスが広がるかなって形なんですけど、まあ、今はね両チームともお互いにいいショット決め合ってって展開が続いてますので、なかなか大きなミスがないですよね。なので点数もやはりこういった形でこうあまり差が出てこないのかなとは思います。
あの後攻めのチームの方が先にペースをつかむことが今多いというところで、さあ第4エンド。どこが曲がってどこが曲がらないのかっていうのをしっかりと見ながらという形になっています。しっかりとセンターラインにかけました。続いて大宮やっぱりどうしてもセンターガード気になりますもんね。そうですね、やはり、まあ、やはり相手のストーン位置にありますと、はい、どうしても意識しますよね。14.86 ラインはちょっと曲げたいけど、相手曲げ、相手曲げ、相手曲げ、先生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 、もちろん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 、もちろん、OK です。裏を取りに行きました。ちょっと幅取ってるわ。幅ちょっと取ってるよね。あ、いや一緒。大丈夫か。しっかり確認してます。やはりこのノーティックルールができて、先行の1投目がピタッとセンターラインの センターラインに乗った形でセンターガードかかった時に、特に終盤だと後攻めどう攻めるのかっていうのは結構まだ考えるところありますよね。そうですね、やはりもうセンターガードを置かれてしまいますので、どうしてもセンター線になっていってしまうんですよね、はい、でセンターの狭いところでこう複数点取るってなってくると非常にこう取りづらいですし、まあ、ここは、ね、なるべくハウス広く使った方が、まあ、ストーンを多く置けますので、本当だったらこう広く使いたいなっていうところなんですけども、うん、どうしてもゲームの最初の方はこういったような形でこう、うん、まあ、先行に付き合うじゃないですけども、はい、どうしてもセンター線を少しやらざるを得ないですよね、はい、これを例えば早い段階で打開する策はないのかって、もうなんか世界中のカーラーが今どうですか、考えてる感じなんですかね。そうですね、まだ本当に、まあ、採用されたばかりのルールですので、はい、まだこう答えを見つけてるチームはないのかなっていうところですね、やはりもう強いチームだと、当然オリンピックを狙うようなチームだとあと3年ありますけど、どうやってこれを、そうですね、どういう風に投げたらこううまく高校はですけどもね、複数点につなげられるのかなっていうのは本当にまだどのチームも模索していて、まあ、エンドにもよったり、こうまたセンターガードのね、同じセンターガードなんですけども、もう少しハウスに近いところにあるのと、もっとハウスより遠いところにあるのとでもだいぶ景色が違うので、まあこうなかなか考えることがたくさんありますね。3年後これに対する答えができたチームがもしかしたらメダルに近いかもと。おお、これはダブルだ。出しはしませんがワンツーになりました。どうしてもやはりこう同じような位置に投げてしまうと、高校からするとやっぱストーンこういった形で減らされるのが一番嫌ですよね。小野寺の2投目となると、この若干先、まあ、一般的には後攻めかなり有利と言われているカーリングの先行戦後のアドバンテージがだいぶ詰まったって考えてるんですか。そうですね、ちょっと分からなくなってきたっていうところあると思いますね。先行が変な話ずっといいショットを決め続けるってことは常に先手が打てますので、はい、やはりそうなってきますと高校はそれを追っかけるっていうのが、まあ、必然そうなってきますので、そこで先行よりいいショットを決めないと、うん、なかなかこう自分たちのペースに持ち込めないっていうようなところあるかと思いますので、そうなってくると、まあ、まだ若干高校の方が有利といえども、それがこうやはり田中さんがおっしゃったように幅が狭くなってきましたよね、以前みたいにもう先行はもう点数取れないわっていうのを機会が減ってきたっていうのは間違いないと思いますね。ベートいいよ、いいよ、セカンドの2投目私行くわ。うんちな、こう、うちな最後ちょっと投げたい。ちょっと曲げたい。うんちな行ける？先輩だから入って。うん、履けるよ。うん、履いてよ。
も上げたい。そして距離も伸ばす方向。頑張ってスイープ。ちょっと手前ですか。そうですね。あ、でもこっちだっていう。2になってるっていうジャッジのようです。前から行きます。小野寺2投目。まあ、アウェクはハウスの中もいじってという。そうですね、最初のプランでもガードとハウスの、今一番左にある赤のストーンと両方出したいっていう仕草はしてたので狙ってたんですけども、まあ、ちょっと想像より、まあ、ストーンが曲がってきたので途中から今藤沢選手の足元にあるストーンとのダブルにも切り替えたんですけども、間に合わなかったですね。サードに入ります。吉田知那美。待てるなら待つ。いや、吐きたい。いいよ、ゆりかでいいよ。いいよ、いいよ。負けたくならゆりか。センターの黄色のガードの裏、どこに来るか。T9 やや奥ですが、もう一回前から今度は先ほどまで赤だったガードが黄色に変わってます。そうですね、センターガード。2人の1投目。中もいじる。1個だけ。赤のダブルもありそうな当たり方でしたね。狙ってますよね、アグレッシブな攻撃です。ただセンターのガードも剥がしました。いいことでしょ。3ポチぐらいでいい。3ポチ、うん、こっちの方が若干重いかも。そうだね、でも、うん、私さっちゃんこっち外から入った方がいい。いや大丈夫、このままなら大丈夫。サードの2投目に入ります。いいよ、ナイスは弱い。ナイスだー、ちょっと痛い、はい、ちょっと痛いよ。痛いよー。ナイス2ポチ。高いならちょっと曲げたいな。なんだって。高いなら曲げたい。これはガードですか。そうですね、まあ、自分たちハウスの中非常にいいところにワンツー持ってますので、まあ、しっかりセンターにガードしたいですね、いやいやハウスから距離があるところに置きます。これやはり相手がずっとハウスの中をいじってきてるからちょっと遠ざけたいっていう。あまり近いやはりガードだと先ほどもまあガードとハウスの中のストーンみたいな形で狙われやすくなってますので、まあ少しまあ隠したいんだけどもあんま近いよりはちょっと遠めでもいいのかなっていうような指示をしてましたよね。かといってあんまり遠すぎるとこう今度弱いウェイトで前にかわされてってこともあるので非常にガードの位置難しかったですね。いやいや距離を置いたガード、そのまた赤のガードから狙ってきます。ハウスの中いじれず。いやすごい駆け引きが今行われてます。そうですね、はい、まあ、黄色を使っている吉村選手の方からすると、まあ、ハウスの中の、まあ、3-4 の黄色がですね、まあ、どうにか点数になってほしいっていうのもありますので、あの辺を複数手にしたいので、まあ、藤沢選手の、ね、使ってる赤のストーン、ワンツーのストーンをどうにかして動かしたいっていうところなんですけどもね。今それをさせない。今チームは何秒だった。チーム藤沢なん、うん、とかいじりたいチーム吉村、うん、その攻防です。なのでもうこれは分かりやすい、さっきと同じで。そうですね、
ちょっと近づきました。さあここですね、一つ勝負どころが。そうですね、難しいところですね。すごい近いガードなんですけど、まあ、吉村選手あと2個しかないので狙うか、それとももう諦めちゃうというかテイクをやめてドローにするのかって感じで今相談してますよね、うん、作戦を変えるか、まだ行きそうです。そうですね、今想定よりどうなった、どっちの方がいいかっていう話でしたね。そうですね、あのどっちの方がマシかっていう当たり方ですね。はい、狭くしようかな。表情引き締まりました。この一投、吉村の一投目。中は後ろを行った。ナイス。あ、ナイス。2つ出しました。ごめん、コールド。さあ虎の子のナンバーワンを今度はチームヒースはどう守るか。いろんなことを想定してます。そうですね、すごくあの、まあ、いいところにね今現在はあるんですけども、まあ、一番ダメなのは2つ出されることだと思いますので、まあ、それは、まあ、避けてっていうところですよね、はい、なんで少し黄色の側の裏に隠したい。そうですね、はい、でなおかつ今自分たちナンバーワンしか持ってないので、はい、まあ、投げた人がナンバーツーとかになってくれたらいいなっていうところですよね、はい、ワンツーは取りましたが真横、いや厳しいか、厳しいな、ノーズでもあれか、うん、ワン取れないな。あ、なるほど、最悪いってあげるのはこれで前にガードがなかったら、はい、あとまあね、皆さん見て分かると思います、ダブルテイクすればいいじゃんって話なんですけども、黄色があるんですよね。そうです、前に黄色があるのでダブルテイクするライン当てられるところが見えてるのかどうか、見えてないんですよね、当てたいとこが、うん、でかといってじゃあ今ナンバーワンになっているストーンだけ出したとしても、今藤澤選手が最後に投げたストーンの方が近いんじゃないかっていう話もしましたので、まあどうかな、まあ難しいかもしれないけど、とりあえずまあ動かさないことには何も起きないので、まあ、とりあえずチャレンジしてみようかっていうショットですね。もう1点スチールされることも覚悟の上でのショットになります。ゆなちゃん、さっきよりセンター近いから、うん、それだけ、まあ、最後の1投、藤沢の1投が、まあ、いいところに置いたと。そうですね、横並びになってしまったんですけども、はい、まあ、黄色の後ろでの展開ですので悪くはなかったですね。当たって、うん、こう残りました。まあ、これは吉村も想定してたと。そうですね、はい、追い込み済みですね。ね、チーム藤沢1点スチールです。まあ、これなら、まあ、悪いないに納得できるっていう。そうですね。はい、まあ、チャレンジしての結果ですので、はい、まあまあ次につなげようっていうところで終われると思います。うん、前半の第4エンドまで終わりました。これでハーフタイムに入ります。チーム藤沢が4対2でリードしています。女子の3位決定戦、チーム藤沢対チーム吉村の試合を佐藤美月さんの解説でお送りしていますが、いやもう朝の試合、まあ、起きてそんなに時間経ってないと思うんですけど、
非常にレベルの高い試合になってます。そうですね、あの両チームとも自分たちのいいところ出し合ってっていうところだと思いますので、あのすごく面白いゲームなんじゃないかなと思います。うん、ここまでまずチーム藤沢の印象について、こちらは C と C 男子の3位決定戦の模様ですが、すでに第5エンド後半始まっていまして、チームシュスターが、4対2でチーム平田相手にリードしているという状況です。まずチーム藤沢の状況、あのここまでの戦い方についていかがですか？そうですね、あの非常に状態はいいんじゃないかなと思うんですけども、もう少しずつが多分もう少し彼女たちのレベルから考えると、もう1個2個上のショットを決めることが普段はできていると思うので、後半に向けてそのあたりがもう少し決まりだすと、もうちょっと波に乗ってくるのかなって、今まだちょっとこう悪いわけではないんですけども、普段の彼女たちからするともう少しきっとショットを決めることできるんだろうなっていうところですよね。でもミスらしいミスっていうのはないですよね。そうですね、はい、大きなミスはないんですけども、例えばカマーラウンドに行って、ガードにしてしまうとか、ちょっと届かなかったりとかっていうことがちょっと前半はあって、藤沢選手のところでそこをちょっとリカバリーするようなショットっていうのも比較的ありますので、そこはまだしっかり決めきってるので、点数取ってるっていう、ところにつながってるのかなとは思うんですけども、そのあたりもう少しこうカマーラウンドとかに行って、それが一発で決まってきてってなってくると、もっと点数取ってもおかしくないのかなっていうような展開ですね。前半は、もう一段上のギアがまだあるという、なんか決まったら手つけられないような。そうですね、普段ねそういう姿をやはり見てますので、なんとなくねそういったところに期待をしてしまうっていうのはありますね。一方チーム吉村についてはどういう印象ですか？そうですね、比較的自分たちの想定内の中で物事が進んでるのかなといったようなイメージですね。割と考えられているとやりたいショットが、例えば第1エンドの、フリーズとか、ちょっと時間がかかったりというところはありましたけど、そうですね、それでもしっかりそこを決めて次のエンドに向かってって形になってますし、3回やっても 3回やったなりの結果を出してるっていうところは、自分たちの想定内というか、相手に取られても2点に抑えてるっていうところは、すごくうまくいってるっていう風に感じてるんじゃないかなと思います。十分、試合の流れには乗れてると。そうですね、今喫緊の4エンドも、どこかで前からのテイクが決まってれば、複数点取るチャンスは作ってたと思いますので、そうなると本当にあと1つ2つのショットの完成で、もっと自分たちのペースに持ち込めるんじゃないかなっていう風に感じてると思います。ということは先に、この第5エンド、次の第5エンドも吉村後攻めになりますけど、先にペース作りたい、そうですね、4エンドみたいにこう早い段階でコーナーの方に自分たちのストーンを置くことができたりすると、そのあたりから、複数点取るチャンスが生まれてくるのかなっていうのは感じますね。前半は4対2、第4エンドに初めてスチールが出ました。ここからどう戦いやっか、それをさせないためにもまず1投目ですよね。この吉田優里から1投目、先ほどセンターズドンと、そうですね、比較的センターにこう乗せる確率が高いんじゃないかなと思いますね。見てるとあまりこうセンターから外れたところには置いてないなっていうような印象がありますので、そのあたりは感覚掴んでるんだろうなっていうふうに思います。まずはこの吉田優里香の1投目、いやー前っぽいな、ちょっと前っぽいかな、前にしてもいいか、前いいよ、誰優里香な、ちょっと、誰優里香な、優里香なんか伸びそうだけど、いや、いい位置になりそう、最初入れようっていう考え方でしたか。そうですね、2点勝ってますので、そこまでアグレッシブに自分たちがこう点数欲しいっていうエンドではないので、1投目は入れてっていうところだったと思うんですけども、ちょっと弱かったの で、ガードにはなりました。センターラインには乗っています。
じ続いて大宮ちょっと優奈かな曲がってきたよ優奈2本優奈2点ビハインドのチーム吉村ですので構わず16.8コーナーガード結構伸びてるこの後ですよねお互いガードを置き合うっていうのは前半も結構見れた場面なので、はい、このコーナーガードセンターガードを置いた後に一発でこう後ろを取れるってなってくると、はいまあ、ちょっと有利になるのかなっていうところですよね、うん、いやそう考えると先行チームリード2投ってものすごい重要そうですね、すごく大切なショットですよね、はい、これはだいぶ幅がありました、うん、これは隠れてないようには見えますがただこれは将棋でいうところの手抜き構わないで自分たちの我が道を行くというまあ、T ラインより後ろですしなおかつ見えているのであのストーンはまあ後からでも処理できるだろうということでそうであれば先にコーナーの方に、まあ、自分たちの複数点になるだろうストーンを配置しとこうというところですよね裏結構奥まで行きそうです14ガードに隠れているかどうかひとまず両チームがガードそしてハウスの中に1個ずつ2塁よ OK、うん、続いて鈴木優美の1投目裏取り合戦に始まりましたそうですねもう相手より先にいいところにストーンを置こうっていうところですよねもう曲げたい方向さあ距離を伸ばしに行く結構ねタイトタイト、うん、ハウスの中にあるストーンを隠す形になりましたあ夢ごめんめっちゃすごい1個高い今途中から変えた感じですかそうですね、はい、あのもう少し本来だったらハウスの中に入ってっていう形も狙ってたと思うんですけども、うん、いけそう、まあ思ってたよりちょっと違ったラインだったのでそうであればしっかりハウスに入ってるストーン隠した方が、まあ、相手はやりづらいんじゃないかっていう判断ですよね、うん、ちょっと下げる9とかにする、うん、痛ま半分なり半分ちょいセカンド小野寺加穂の1投目前から後ろの赤も狙うダブルになりましたナイスショットですねまず後攻めチーム吉村がこれは先手を取ったようなそうですね、はい、構成に入りますなおかつね自分が投げたストーンがこうまたコーナーガードの方に行きましたので、はい、あのすごくねいいショットになりましたね先攻のチーム藤沢が今度はちょっと受けに回る体勢鈴木海の2投目、うん、今度は2つ剥がしていった激しい戦いですそうですね、はい、お互いプライドがありますので、やはりその辺がこうバチバチしてて面白いですね、1投で構成取ったかと思ったら1投でまたそれを盛り返してくるというこうお互いにこういいショットの応酬っていうのは面白いですよね、やはりこう考えたのをもう見てるお客様も非常に満足していただけるのかと思います。表裏2投目はハウスの中にある黄色を守るガード。ちょっと近いかな。まずまず隠れてます。3バック
今若干センターに変えたっていうことは、そうですね、サイドのアイスが、まあ、ストレートというよりは少しサイドに向けて、はい、まあ、曲がっていきやすいってことなので、それはまあ狭くして今みたいにこうスイーピングした方が楽なんじゃないかっていう判断でしたね。ガードを剥がしました。まずはやるべきことを果たしたところ、おー、センター分厚くなったので、これ方針変更。そうですね、まあ、もう一度コーナーガードを置くっていう案もあるかと思うんですけども、まあ、それよりは先にやはりワンツーを取って、まあ、複数点をこう確実のものにしたいというところですよね。サードの1投目です、小谷浦。レースに勝った。ただ深いという話も出てますが、裏取ってワンツー。早いですね、作戦決まるのが。もう見てる方はあの今の藤沢のブラシの置き方から何をやるかっていうのは分かったと思います。相手が投げてる段階でもう決めてるんだろうなっていうぐらい早いですよね、はい、多分そう来るんだろうなっていう想定までできてたっていう。そうですね、吉田ちなみの2投目前のガードをかわしてぴったりきた。ナイスショットですね。もうすっとこれ狙ってましたもんね今。フリーズか、センターのガードってヒットしてロールインできるの？あとね、これが入ってきちゃう。あ、そっか、あんま良くないか、ここ。いやこれ2つ切ってもこっち飛んじゃうんだよね。飛ん、あ、そっか、ワンはこっち、あんま良くない。ワンは？え？ワンはこっちか。ワンうちらだよ。うん。カップか？ああ。そうだね。オッケー、オッケー。うん。入れろ。うん、うん。さらに積む。そうですね。まあ選手たちの会話の中でも前の赤2つ邪魔なんですけども、はい、非常に2つ2個出すにはちょっと難しいアングルなんですよね。はい。そうなっていると、そうするとあまり意味がない、そこをいじっても意味がないかなっていう判断で、まあ、そうであればもう一個中に積んどこうと。今、吉田ちなみが投げたストーンにさらにスリーズに行くという。ただちょっとどうか曲がってきてるが、ギリギリ、ほんのちょっと触れただけ。これでいいわけですね。はい、うわ、さらに積む。そうですね、なんかあのミックスダブルスだとたまにあの赤き赤きってか、ね、黄色赤黄色赤みたいな積み合いってのはあるんですが、あと2投この段階でさらに積んできます。あぶ一緒、うん、ちょっと連続してるからね、もしかしたらグリーンさせるかも。スキップに入ります。まず藤沢1投目。センターに帰ってきてます。前のには当たりそう、手前でもいい感じですか。そうです、まあ、投げる前の段階で前になっちゃってっていうか、まあ、手前でもいいよねっていうような、はい、話をして投げ始めてましたので、ウエイトがあって後ろに行っちゃうよりははるかにこっちの方がいいよっていう、はい、判断でっていう形だったので、まあ、想定の範囲内だと思いますね。これは保険って。そうですね、はい、悪くても前っていう、はい、はい、
える？あんまりテイクでは使ってるけど。オッケー。うん。被るよりは打つんだよね。どこまで持ってくる？そうだね。あ、これ黄、うんとね、赤のちょっと前。うんうん、赤のちょっと前。あ、ナンバー2取んなくていいな。オッケー。ここか。赤よりは前であれば。オッケー。手前も大丈夫。手前大丈夫。オッケー。奥行くのが一番。オッケー。やっぱり入念に最悪の事態を避ける会話が、ね、はい、やはり奥行くのは嫌だって言ったので、はい、その後この場面でも、まあ、投げてとしたら強くは投げないだろうなっていうところですよね、はい、そうということはスイーパーは自然的に、まあ、スイープするのねっていう、はい、そんなことも多分会話の中で確認してるんじゃないかなと思います、うん、となるとスイーパーさあスイープ頑張るぞっていう、そうですね、はい、いいよいいよ、ロケちょっとハマるよ、うん、だいぶ手前のようなホールですが、これも手前、やはり後ろはダメですからね、そうですね、はい、やはり後ろやだなってなってくると、まあ、投げ手のウェイトの、まあ、コントロールとしてはあのあたりですよね、はい、相手につけ込まれるような要素だけは絶対に避けたい両チーム、あと1投ずつ、うん、2かな、これもガードですか、そうですね、今吉村選手が置いた黄色があるんですけども、最後あれをハウスの中のストーンに飛ばされてきてしまうと、はい、赤だけ出して全部黄色ハウスの中に残るってなると相当点数取られてしまいますので、まあ、その黄色飛ばしづらい位置に、うん、まあ、ガードしとしよう、だからガードしとかなきゃいけないですね、うん、必ずこれは、ね、今投げた吉村の石に対するガード、そうですね、使われないようにするガード、いやごめん弓だな、弓弓弓だ、弓めっちゃいいぞ、めっちゃいい、もうちょい、うん、投げたい、投げたい、2、あ、いい感じ、いい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 、ごめん、すごい曲がったわ、曲がった、うん、すごい曲がった、出たね、そこらへんかな、すごい曲がった、うん、ナイス、今急にすごい曲がったっていうコメントもありました、そうですね、うん、あまり最初は曲がりがなかったので、まあ、由美選手の方から履いて、まあ、ちょっと、まあ、もう少し曲げたいって形だったんですけども、はい、履き始めてすぐぐらいのところに結構選手たちが思ってる以上にカールしてきたっていうことでしたね、うん、さっと決まりました、逆方向から狙いますが、これはスルーですね、ですね、はいはい、もうしっかりと、手はつく相手に手を尽くされてしまったと、そうですね、なのでもう複数点を狙うことを諦めました、ここは吉村1点です、いや今の第5エンドは攻防激しかったですね、そうですね、まあまあチーム吉村の方がこう先にセンターに投げてから、うん、そこからはすごい激しかったですね、結局、まあ、チーム吉村ここ1点になりましたが、そうなった要因っていうのはどこからそうなったって感じになりますかね、やはり今先に吉村選手があの赤のガードがあった2つの後ろにカマーランドにサードの1投目かな、はい、行ったと思うんですけども、あの段階で例えばコーナーに1個ストーンが入っててコーナーガード、うん、を例えばもう1回置いてたとしたら、はい、もう少し展開は違ったのかなと思いますね、あのセンターに赤のガードストーンが2つあったところの裏を先に、はい、あの小谷が取りに行った時に、はい、そうなっていくとそこ取られた後にチーム13の方はすごくいいフリーズを決めましたよね、完璧な、はい、あの吉田知那美選手 が、はい、あそこからもう展開的に1点、いわゆる1点の攻防になっていくのかなっていうような雰囲気はしてましたよね、はい、藤沢サイドからすればもう1点やる形が結構形が固まってたと、ね、逆に相手が先に投げてくれたので、はい、まあ、ラインも分かってましたし、はい、まあ、ここで1点は全然 OK でしょうっていう作戦になってました、はい、あ、これは測りますね、乗ってるか乗ってないかを、入ってないね、うん、測らない競技で決まりましたが、そうですね、はい、今は藤沢と吉村の競技で入ってない、入ってないになりました、
吉村選手は革新的を持って確実に入ってないって言い方してましたけど、はい、結構際どいところにあると思いますけどね。あの上から見た時、ストーンのシルエットの本当に一部のところが乗ってればかかってるということになる。あのサッカーの三笘選手のあの折り返しもと同じ、あのサッカーのもラインも乗ってる、シルエットが乗ってればいいって、あれと全く同じ考えなので、ちょっとね出るか出ないかぐらいある。本当に困ったら色によって違いますしね、ちょっと黄色のストーンと赤のストーンの見え方も違うので、これ裏を取りに行きましたが、ちょっと奥に行ってしまいました。おっと珍しい形になった。でも投げた瞬間からでしたか。そうですね、投げた瞬間にもうこれは後ろ行っちゃうねっていうジャッジングをしてましたの で、まあ、ちょっと珍しい形。そうですね、はい、珍しいですね、うん、ただまあリードはなかなかこう8個あるストーンの中でも癖の強いというか、ちょっと使いづらいストーンを投げている場合がありますので、うん、まあ、そのあたりこう使いこなすのがねなかなか難しいっていうところもあるので、はい、まあ、大きなね出てしまいましたけども、前に残るよりは出てしまった方がまだ良かったのかなっていう展開だと思いますので、使われるよりかは。そうですね、はい、今度はハースター少し遠いところにセンターガードを置きました。2投目どこまで来るか、やっぱりセンターガードに触れない。そうですね、はい、触れないのでどうしてもちょっと、まあ、幅に余裕を持ってというか、うん、少し余裕を持ってこう幅を取ってっていう形に なりますので、うん、まあ、しっかり隠すっていうのはなかなかそこまで狙いづらいですよね、はい、セカンド1投目小野寺佳穂です。うん、裏いけそう。D9 奥ですが、センターガードにはだいぶ隠れてます。前から。壊しに行きます。まず1個後攻めの3投目から相手のセンターラインに乗っているフリーガードゾーンのガードは外すことができます。小野寺の2投目今剥がされたガードをもう一回置きましたが、3枚置くからちょっと集め、3枚置く切るのはないか、前からでいい、うん、前からでいいと思う、うん、しばらくはこの攻防を。そうですね、決まるか決まらないかというところ、あと鈴木選手がね2つないし3つぐらい動かせるかどうかですよね。まず1個、うん、ナイス。ここは丁寧に、チーム吉村の方にしますとナンバーワンの黄色すごく大事なストーンですので ね、しっかり最後まで守りきりたいなっていうところですよね、はい、ここはガードをめぐる攻防、立てては崩して立てては崩してという、そうですね、はい、その繰り返しですね。ちょっとコス、こ
はしばらくこの我慢比べが続きます。当然まあ藤沢サイドからすると1回で2個崩せるような形になればという。そうですね、なれば一気にこう楽になると思いますし。ああ変えますか。そうですね、ちょっと距離が結構ガード黄色のガード2つの距離が結構あるので、はい、まあまして、ハウスの中に自分たちの赤も入ってますので、なかなかこう2つ切っていく方向性が、はい、まあ、難しいってことであれば、2つ切れないんだったら先に入れようっていうことですかね。早いよ、ちょっと指が藤沢サイドからされると、このエンドスチールされるのは今いわゆるこの試合8エンド制ですので非常にまずい展開。そうですね、なんで藤沢選手の方からするとこのエンドは1点取ってもいいですよ ね。大浦来た、今相当キワキワのところをかわしてきました。ギリギリでしたね、はい、タイム取っていい、うん、タイムアウトです。大体向こう側だね。まだ T ライン奥の黄色がナンバーワンのようです。何があったんですかね今。ここでいいか。いやこれもね、これがまだあるのよね。いやそうなんだ、いろんな、うん、タップタップがあれだもんね。もうベストここ行けたらね、やられてもみたいな感じ、やられても押せる位置みたいな。いやそうね、打ち合わせたらここから入ってこないんだよねきっと。ニコバンコーチが降りてきました。そうだね、あの隠れたくないよね、見せておきたいね。もうちょい、か、ここも OK か、ナンバー3、7、ここも OK、うん、そこでも OK か、うん、ここからここまでだね、うん、OK、ここにしとく、OK、決まりましたが、まあ、置くところには決まりましたが、これをやる狙いっていうのは、そうですね、あのチーム藤沢のストーンがナンバー3のストーンの赤が、はい、まあ、ちょっと白の円にかかっているところにあるんですけども、はい、あのストーンからハウスの中にこうストーンをまあ動かせるというか押し込めるラインがあるので、はい、あまりここの次のショット、まあ、フリーズまでしっかりしてしまって、前にハウスの前に黄色のガードがあるんですけども、はい、あの後ろにしっかり隠しすぎてしまうと、それをやられた時に自分たちの手がないと。あ、なるほど、はい、なんでしっかり隠すよりはちょっと見せといた方が、はい、万が一藤沢選手にそのストーン使われたとしても、ナンバー3のストーン使われたとしても、今見せてるストーンから今度自分たちがやり返せるんじゃないかっていうような形ですね。相手にナンバー1を出された時の対処も含めた、そうですね、投げてから上見て左、スキップから見て、右側の振動をちょっと塞ぐような。そうですね、塞いで自分たちのストーンをガードの後ろに隠しきらずにちょっと見せときたいよねっていうことですね。いいとこつけちゃうか、6割れないか、オッケー、うん、うん、ちょっと内側に入りましたか。そうですね、はい、今の多分位置よりもう気持ち見せときたい、もう気持ち隠したくなかったのかなとは思うんですよね、はい、よりもう少しこの画面で言うと、もう少し右側の方に置いときたかったのかなっていう感じはありますね。で、
今吉村側が想定していた藤沢の行動をここで藤沢側がやってくると。そうですね。ここで動きます。吉田知那美の2投目。いいよ。他に向かうが起動をします。ちょっと中に入ったので黄色が出てしまった形になりましたが、これはこれですか。そうですね、これはこれで良かったと思いますね。あそこに、まあ、黄色あるとそのままずっと使われる可能性もありましたので、まあ、しっかり黄色は出し切ってっていうところですね。で赤の自分たちを投げたストーンもまあ、ちょっとねサイドの方のちょっと面白いところに残ってますし、あのギリギリですね、はい、これですね、はい、そのまあハウスに入ってないですけど、もしかすると何かに使えるかもねっていうところにはありますし、ハウスの中の配列赤2つ並んでるので非常に相手にプレッシャーかけたショットだったんじゃないかなと思います。ここどうだ、行けたらいい気がする、うんうん、なのでどっちを今塞ごうか。そうですね、うん、最初の案だと、まあ、赤赤って2つ重なってるので、それをされたくないからその前にガードっていうような話でしたが、変えましたね。そうですね、それよりは先ほどあの小谷選手が投げたストーンと同じようなところに投げてもいいんじゃないかっていうような同じパスですね。14.1 で入ってたよ、うん、ずっとのあのフルスイープね。あ、そっか、うん、うん、そうだね、そのぐらいな44ちょい、うん、まずは吉村さやかの1投目。スイーパーが非常に体力を使うショットが多くなってますが、さっきこの辺りに置きたかった。そうですね、先ほどこの辺りに置いておくと、まあ、見えてるので次使えるよねっていう感じですね。これさ狙えない、こっちの方がいいじゃない、ショット取って相手に置いた方がいい。もうショットは取った方がいいのか。これさ狙ってさ、うん、前空いたとしてもさ、うん、次空いてさ、うん、結構かぶってるけど、でもそれやってそっか、かぶってる、かぶってる、重たみとる、タイムからさ、タイムアウト。あ、難しいシーンなのでこれできたら最高、ここ勝負どころになりました。はい、こっちから見たら前でもよかったショット取っちゃうの。前でも前当たるにしてもこっち見えるぐらい前、これさボンボンでもショット取っちゃダメなの。それもいいと思うんだ。で相手がこれからショット取ったらここになるのか、ね、で相手がタップしてその後にうちらがもうワンショット残ってる。え、これさもうワンツー取っちゃダメなのか。これもっと話して、ワンツー、うん、そうだね、前でこれあるけどね、タップした後にその後にもう一回できればいいよ、ね、でもこっち残ってるよね。でもここだったらさないよ、うんうん、でももう一回うちらもじゃあアングルこうしておく、うん、同じアングルでどうだ、うん、リンドこっちやってきました。うん、いや、うん、チナの上でいい、ね、の上でも結構早くない、シューターの、あ、中3ステップちょっと落とす、うん、そうだね、うん、投げやすい、うん、うん、うん、
if it's just back line. Okay. Because if the shooter rolls over here, her shot is going to be the angle. Okay. Yeah. 12? 今ここで4分の1に当てられたの。バックラン。12。13か。決まりました。押す形ですか。そうですね。押す形で押して、その後相手に黄色を押される可能性もあるので、押したストーン。押されたストーンのアングルを、まあ、その後も対応できるようにしといてねっていうような感じのアドバイスでしたね。最後に吉村が投げるストーンに対するケアもしながら、そうですね、投げられた後また自分たちがその吉村選手のストーンを出せるような位置にアングルとして残しておけば、今ここでその赤赤ってくっついてるストーンを動かしても問題ないよっていうような答えでしたね。早くも声が上がっている。黄色に当たるか、手前の黄色に当たります。ちょっと弱かった感じですか。そうですね、想定したウェイトよりちょっと弱かったのでより大きく曲がってしまったっていう展開でしたね、はい、さああと1投ずつ、これが一番いいか、いけたらベストだね。これはまだありえるね、これはたらダブルはないか、なくなるか、どうだ、OK、しっかりズドン止まりしたいね、あ、結構ギリか、でも1点だけ、2点だとあれだけど、まあ、このままだったら2点あるもんね、どっち2人だもんね、あるある、いや、これかな、OK、こんなもんか、ってこれぐらい、本当に、ね、3分の1、で、ちょっと上と下げよう、OK、ボード、ボード、ギリか、ギリだけど、あ、まあでもこれでも悪くないな、これはあるから、で多分6かな、この点は、OK、これぐらいで、ボード11、今の話だとナンバー2の赤を動かす、そうですね、ナンバー2の赤動かしとかないと相手にまだあの複数点取るチャンスが残ってしまうよねっていうことだったので、確実に相手のそのナンバー2のストーンを処理しておきたい、でなおかつそこに、まあ、今小谷選手が指している右側にある黄色のストーンを動かすんですけども、そのストーンがそこに残ってくれたらよりいいよねっていうような展開だったんですけども、ただそのアングルに当てるのは非常に難しいので、まあ、まずはナンバー2はしっかり出すと、待て、曲げたい、結構負けたい方向のスイープです。もうちょい、当ててから赤動かした、ナンバー2が動きました。OK、ナイス、残った形ですが、ナイスイープ、ナイス、ナイス、いいショットだったんじゃないですかね、ワンツー強いところにあります。1点スチールはいいのか、いやこれ弾けちゃうもんね、ダメか、これか、そうだね、かこっちか、こっちか、ね、これが抜けちゃうことはないよね、そうだね、薄か、すごい薄か、トップで、トップ、5分の1とか6分の1とかが、ね、一応こっち行ったらダブルあるもんね、そうだね、すっごい薄くだね、あー、オッケーオッケーオッケー、これはどう、とりあえずその、まあ、スチールされるにしてもっていうところありますよね、はい、2点のスチールはもうこの時点で嫌だよねっていうところで、まあ、1点だったらまあ同点で、まあ、折り、あの、まあ、7、8を迎えられるってことなので、確実に一つは出したいっていう形だと思うんですよね、
第6エンド藤沢さつきラストストーンです。おおまだクリーンリーダーです。急にコールが変わった。あ、赤に当たった。2点スチールです。今急にコール変わりましたね。そうですね、はい、やはり、まあ、あのラインあまりまだ使ってなかったっていうのもあると思うんですけど、うん、なかなかちょっとどういう曲がりをするのかまで、あのいつもみたいにこうあの精密に読み切ることができなかったですね、はい、なので、まあ、ワンツーあった黄色に向かわず赤に向かって黄色2点スチール、チーム吉村が2点スチールです。これで状況一気に変わって、しかも6エンドでポイントを取ったのが吉村側になったので、そうですね、はい、2点のスチールはちょっと大きかったですね。形勢一気に逆転しました。ズドンっていっちゃったから、もっと薄くってことなんで、これでね、多分こんぐらい当たった、うん、なんか今の吉田ちなみの話見ると、ちょっと想定からちょっと違ってたような、そうですね、うん、自分たちが思っているよりはるかに薄く当てないと相手の黄色には飛んでいかなかったんじゃないかって形でしたね、うん、さあ形勢逆転、チーム吉村がリードした形で7エンド先に投げる大宮アンナです。お、ごめんね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 、ハウスギリギリのところセンターガード 5.1 伸びてるね、伸びてそうだな、復活か、ね、ちょっとアイスのコンディションの変化を感じ取ってるかもしれません。続いて吉田ゆりか、結構ね、ライは落ちちゃってる、ライは落ちてるな、でも上で待てない、ないから多分まっすぐの方がいいと思う、多分前になるから、はい、ゴー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 、近くまで、もちょもちょもちょ、うん、餌餌餌、ギリギリまで近くで、ギリギリまで、餌餌餌餌、うん、あ、ナイス、この位置になりました。センター付近のガードが分厚くなったところで大宮アンナの2投目、ちょっとイエスかな、イエス、ロク、ナイエス、ロク、イエス、ロク、ゴー、イエス、ゴー、カホン、カホン、カホン、イエス、イエス、イエス、ゴー、イエス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 、自分の意思を押しました。結構今手前で曲がったような形です。そうですね、はい、あのまあ、吉村選手自分でも言ってましたけど、ちょっともう最初から指示した幅が狭かったねっていう話もしてたので、まあ投げた大宮選手そんなに悪いあのフィーリングではなかったと思うんですよね、はい、まあ、その辺ちょっと、まあ、アイスの変化がね、あの7エンドここ起きてるのかなっていう形ですね、うん、そこを含めてまた両チームがどうつかむかです。おおお、落ちる落ちる、ウェイトはいいよ、ちょっとウェイトありますね、当てて中の石をいじる、一つ出ていきました。しかも一つサイド結構遠いところですがガードが一個残っているような形です。これギリ入るか入らないかぐらい、オッケー、どうこれか、いや、いいと思うな、打ったらブランクになるよね、打ったらブランクになっちゃうよ、ああ、こっちか、あー、なるほど、7、8、後ろでいいよ、もうブランクにされたくないっていう、そうですね、スキップの方からするとハウスに入ってるストーンがいわゆるまあ点数になるから出しておきたいんじゃないか、出した方がいいんじゃないかっていう案でしたけど、はい、こちらのフロント勢からすると、はい、そこブランクされちゃったら次ラストエンド先行だよねっていう提案でしたね、はい、せっかくいい形で6エンドで勝ち取った、このまま行った時の8エンド後攻がパーになっちゃった。そうですね、うん、割と
シンプルな展開でブランクされちゃうと、ちょっともったいないかなっていう感じもしましたので、なんで中に入れたと、はい、確かにそうだよねっていうことで、さてなのでセンターの裏一発で取ってきました小野寺香穂。ガードを剥がします。道中の、ブランク狙いにさせないというこのチーム吉村、その組み立てで進んでいます。1点取らせることができれば最高でしょうし、最悪の形を考えると2点までは悪くないよねって形だと思うんですよね。ちょっとそこまでは、複数点になっても2点までなら許容、そうですね、そこまでは自分たちの想定ないって考えてもいいと思いますね、ということで先に吉村側が裏を取ったので今度は我慢比べが始まりました。粘り強くガードを立てるチーム吉村、それを壊しに行く藤沢、黄色が何回もかしたが赤が剥がれる形になりました。サードに入ります。ちょっと外に出てましたか。そうですね、リリースするときにちょっと外目に離した感じが強いよっていうふうに、はい、伝えてましたので小谷選手も。リリース大きいね。うん、リリースだけ。12年前だね。若干ガードからなんか見えてる形になってます。いい感じ。直接打ちますか。そうですね、見えてるので今チャンスが来たんじゃないかなと思います。結構大きな声出てるが、ガード去った。ガードでいいよね。このハウスの中の黄色のストーン、また守りに行きます。そうですね、前にガードの黄色もまだありますので、そのあたりこうセンター攻めていく、センターをこう狭く使っていくと、チーム藤沢の方はやりづらくなってきますよね。ちょっと曲がってるね。いい感じだよ。滑ってるわ、2本だ。大丈夫だ、いい感じだ。そのまま、そのまま待ってほしい。待ってまた祈りを込めました。カーリングはこの、弱いストーンをこう吐いて伸ばすことはできるんですけども、止めることできないので。そうですよね。あ、こっちのダブルピールまで。心の声がまた今出た瞬間でした。芯よりちょい外かな。それして相手ガード来て、でももうこうそういうことを口に出して言えるっていうのはすごくチームの雰囲気がいいんだろうなっていうのは、伺いますよね。精神的に全然全くリラックスできてるか、いいコンディションではできてるという。そうですね、多分いい集中でこうちょっといい余裕もあってっていうところだと思いますね。吉田知那美の2投目、センター黄色のガードが2枚、1枚しか剥がれない。吉村ペースになってきてますね。そうですね、
あの非常にいいガードを置き続けてますので、はい、なかなか藤澤選手としてもこう2つ切るのがちょっと難しいというところでもありますよね。テンポよく来ているので早くもあと2投になりました。第7エンド、くっついていい、くっつくだったらちょっと内側かな、うんうん、ちょっと前も OK、 OK、 ちょっとゆなちゃんに取ったわ、OK、ライン重視なのか、うん、ライン重視なのか、ゆなちゃん 15.4 だから今14後半どうか、そうだね、うん、非常に今微妙なアジャストをしているところですけど、これはもう一個ガードですか、もう一個はもうすでにハウスに入れるってことじゃないですかね、まあ、今もうスキップのストーンに入ってますので、はい、ここでワンツーを作って、まあ、自分たちの、まあ、スチールまでは考えてないと思うんですけども、まあ、相手に、まあ、1点絶対取らせるっていうような形ですね、うん、ここでもいい、でもカホちゃんだな、カホちゃん負けたい、前でもいいよ、前でもいいよ、でもいい、曲がってない、かけばいい、うん、もうちょい曲げたい、もうちょいできれば曲げたい、もうちょい曲げたい、うん、こういう形、15半 OK、 ちょっきり、うん、3分の2かな、 OK、 多分出たとこに当たるかちょっと落ちるか、 OK、 うん、ただこれだと狙えますよね。そうですね、今近くなってしまってなおかつ吉村選手を置いたストーンが、まあ、ガードに隠れてないってことなので、うん、狙えるよねっていうことですよね、うん、こう当てるってこと、うん、トップでいい、うん、トップでいい、OK、ここからハウスの中までどのくらいに当たればいい、全部バラすことができれば藤沢サイドはブランクが狙える可能性が出てきま す、ね、かなりブランクに近づくのかなと思いますね、ミンジャンプ、おお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 ドローパス下がる、そうだね、こうなっても悪くないし、うん、使ってる、うん、使ってるよ、うん、こっちスピードは14半ぐらい、そうです、過去に投げたストーンのイメージから、まあ跳ねちゃうよりどれぐらいの上とかを決めていきますが、うん、こっちもちょっと手前 OK だ、 OK、うん、でも内が隠したらベストかな、そうだね、うん、これはもう最後にやることを藤沢サイドがやることをなるべく消していくという、そうですね、まあ、もちろんワンツー作りたいっていうのもありますし、こうなってくると最後藤沢選手、まあ、1点取らざるを得ないってなってきますと、さっき1本外、あ、変えました、そうですね、さっき1本外、オッケー、幅平気、ゆうな、あ、いや、いいな、うん、大丈夫、やっぱこっち側の方が吉村が投げやすいっていうことです、そうです、まあ、1個前も同じライン使ってますので、はい、同じライン使った方がもうよりいいショットになる可能性は高いですよね、はい、ちょっとライン大丈夫だ、余裕だ、いいよ、いいよ、余裕だったらカホちゃんかな、カホカホカホちゃん、カホならカホ、いいよ、落ちてきた、カホカホ、前で終わりたい、前で終わりたい、前で終わりたい、愛で愛で愛で吐けたら嬉しい、 OK、 ナイス、ナイス、14半、ナイス、これでハウスの中黄色2つ、ね、それがね、半分、これは最後は一緒に行ってんだったらこっちもある、ドローして自分たちがナンバーワンないし相手を一点に抑えることができるラインがあるのか、まあ、それとも同じ1点取られてもいいよっていう風に割り切れるんだったら吉村選手と同じ方向から投げて、とりあえず
後ろのナンバーワンだけ出すっていう方法もあるよねっていう、うんね、ここ投げてたんだけど、誰かキュリガンがドロー投げたんだ。でもこれで1点ないんだったらこっちでも一緒かなって、いや、うん、1点ないならこっちの方が簡単だと同じパスだから、うん、うん、かっこいいだな、うん、これかそれだと思う、うん、こっちの方が投げてるとこだから、うん、これ半分ですか、半分かな、半分、うん、ちょっと落とす、ね、8とか難しいけどな、ね、多分これかもうこれかだな、うん、OK、うん、その2択な気がする。ベストある方いく、これミスたらまあ2点、そうだね、2段だったらまだチャンスあると思うんだよね、うん、やっぱりずっと投げてる、半分ですよ、半分見えてる、うん、投げてから見て左側のライン使いたいみたいな、そうですね、あの1点取られるんだったらまだ1点に収まるんだったらこの状況下で言ったらベストなショットなんじゃないかっていうことであれば、やはり投げててある程度情報が分かっている方が、あのいいのかなっていう形ですね。中でした、赤を飛ばすって方法ももちろんあるかと思うんですけども、うん、それ決まらなかった時に2点スチールされちゃった方がチームとしたらすごくリスクを負わされるんじゃないかっていうことですよね、うん、なのでハウスの中の直接黄色を、まあ、出しに行くという、そうですね、一つ最低限出して、ちょっと早いな、ね、早めちょっと早いよ、7後半、ナイス、まあ、これを織り込んでたそうです、ね、というかですね、第7エンドはチーム吉村の1点スチール6対4、今1点取りに行くような形を、1点取るようなルートってのはありましたか。そうなると最後やっぱあそこにドローしてくるラインしかなかったのかと思うんですけども、多分1点取って先行するよりは多分1点ダウン1点、まあ、取らせて2点ダウンになってしまいますけども、まあ、後攻の方がチャンスが大きいんじゃないかっていうことですよね、ということで、まあ、こちらを選択したと。そうですね、はい、なおかつそのドローも いいとこ止まって1点取れるかどうかっていうのがすごく微妙なとこだったので、まあ、そうであれば確実にあのショットが決まる方をチームとして選択したっていうとこだと思いますね、うん、まあ、ドローでも2点ダウン、あの2点スチールされる可能性結構あったと思いますね、はい、ということで最終エンドに入ります。2点アップしているチーム吉村の先に投げます。浮いていい感じ、中に出ます、浮いていいよ、ちょっと奥まで行くか、まあ、Tライン上で止まりました。いやライン場違ったな、OK、まだ滑ってると思う、参加、参加、うん、2マージ、いや4にするか、1でもいいよ、マージ入っちゃったらダメだ、この2点ダウンの後攻めの1投目、コーナーガードですよ ね、本当にガードがないと、点数取れませんので、アイスケープウェイトだけだよ、ラインは悪くない、ウェイトいい、うん、ナイス、しっかりコーナーガード置きます。シンキングタイムまだ5分台あります、十分時間はあります。距離があるガードになりました。
か、がっつり中だな。4秒1ね。これセンターから外れてますがどうしますか。構わずに裏ですか。今相手の置いた黄色のガードの裏にもう多分カマーランドしてくるんじゃないですか、ね、あ自分たちの置いたガードではない方の裏を取ると手前で止まりました。こっちから行くの見える？見えてない。オッケー、前でいいな。こっちから行けたら前でいいか。あこっちからは無理か。相手ありそう。こっちからタップは多分ここ難しい。うん、なんかガードもたくさんあると思うんですね。いや、いいと思う。前にしよう。守りに行こうと取りました。そうですね、なかなか、こちらの、ね、フロント勢は今言ってたんですけどあんまりたくさんガード作っていいのかなっていうような、はい、話もしてたと思うんですけども、いや、なかなかやはり 2点勝ってるだけにあまりこうストーンの数増やしたくないなっていう気持ちもありますよね。ちょっと上と張って、OK、ちょっと曲げながら、曲げながら、はい、まず守ります。もしね曲がってきたら最後チルに入ってもらうわ。さどう滑る。あもう直接狙いますかこれは。そうですね、うん、直接この黄色を、まあ、ハウスからはっきりしっかり出さなくても例えば、まあ、ナンバー3とかまで押すことができるのであれば、はい、かなり複数点取るチャンスが出てくるのかなと思いますね、うん、この一投重要になりそうです。1回で決められるか。曲がってくる。ハウスの中の黄色に向かってちょっとだけ押します。今これぐらいで、いや本来は多分もうちょっと後ろに黄色のストーンを押してこの場面で自分たち赤のストーンがナンバーワンになっておきたかったですよね、はい、今鈴木海が投げたラインと同じところを小野寺が使いに来ます。6、7、ちょっと早め、待って、ね、待って、早かったら待って、はいよ、上でいいよ、5、6、落ちてきたらここ吐きたい、イエス、イエス、ウェイトは、ウェイトの5、フリー、ラインよ、5、ちょっと早いけど、上げ、上げ、上げ、ダメ、スリーまで、あれ、曲がってきてるから、もうちょい、イエス、スリーまで欲しいよ、スリーまで欲しいよ、イエス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 、手前。これでワンスリーです。通る？これいける？オッケー。どう当たりたい？ここの何時にこっちとこっち。じゃあさ、あんまりさ、トップじゃなくていいのか。トップの赤のさ、残ったら嬉しいよね。うん、基本？うん、基本でノーズかな、ね、うん、ちょい外つった。ちょっと外、外だったらこっち行くわ。オッケー。これは何狙いますか。相手のガードなんですけども、一番右にある黄色のストーンを、はい、ハウスの中に入っている自分たちの赤の方に向けて、うん、まあ、飛ばしてきて、ハウスの中のストーンを少し形を変えたいというところですね。黄色から黄色に当たって、うん、ナンバーワンが出ていきます。まだナンバーワン、うん、赤ですね、赤き赤きの順ですね。ナンバーさん、オッケー、白かな、白、いや待って、もうちょい下げたいな、バッ出し切りたいね。そうだ ね、 うだね、うん、いや白でいいよ。オッケ ー、 オッケー、シューターは、シューターできるだけのおすめ。オッケ ー、 オッケー、13半ぐらい、うん、すぐさま
黄色経由で赤をナンバーワンの赤を出しそうっていうところですか。そうですね、はい、あそこのラインもなんとか両チームとも投げてますので、まあ、あのガードが動かない限りあそこの幅であれば必ず後ろに行くってことがもう分かってますのでね。で、はい、もうこの辺りは情報が確実に集まっていると。外ロールしない。イエスイエス。別にいい。カホカホ。カホちゃん。カホ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 。カホカホ。しっかり赤を打ち出しますが。あ、ナイス。スリーフォー赤。ワンツーファイブ黄色。サムの2。外ロールしたら微妙か。中入っちゃう。これがね、出せないんだ。ちょっとさ、まだ色変えみたいな感じですよね。そうだね、新月杯。12? 12、うん。12、12半でいいかい。うん。1球的に8回ぐらいあればいい。そうだね。うん、これは縦2つ狙う。2つダブルテイクというよりは確実にあの後ろの方のストーンを、まあ、あのハウスの外にやりたいというところですよね、はい、で自分たちのこの赤のシューターをしっかり黄色の前に残しておきたいっていう、はい、投げたストーンの方が大事かなと思いますね。今度は曲げたくない方のスイープ、前はかわしてきた、当てて一つ出していきます。これで良かったと思います、はい。フル4、あ、フル8だったら2だわ。うん、で8ベストだよ。14前半、はい、そうだね、逆方向から。そうですね、今、まあ、自分たちまだナンバーワンなので、はい、まあ、今吉田知那美選手が投げたあの赤のストーンを触るのはちょっとリスクだよねということであれば、反対側からあのしっかりしたナンバーワンないしナンバーツーを、まあ、作っとこうってところですね。ここはしっかり置けるかどうか。頑張れ8まで頑張れ。ちょっとラインも当たってる。頑張れ頑張れ8まで頑張れ。後ろ行きたいよ。イエース頑張って。イエース強敵。イエースイエースイエース。ピュー力ピュー力。イエース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 。持て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 。しっかり持ってきたワン作ります。今ナイスイープでしたね、はい、あの今止まった黄色のストーン、ね、ナンバー最初にもうすでに入ってた右側の黄色より手前に止まるとダブルテイクとかもあったので、しっかりあのハウスに入っている黄色のストーンより後ろに位置することが大事だったので、すごくいいスイーピングだったと思います。ちょっともうちょいだけ上げてあげようかな。ただ狙いますか。そうですね、どこに当てたいんだ。半分ちょいやつ。オッケー。同じ同じよ。まあ、ナンバーワンの今、黄色の方には行くのは難しいかと思うんですけども、しっかりまあナンバーツーの黄色をまずここで一回きちんと処理しておくってことですよね、はい、その上でうまくいけばという。そうですね。同じ。お、指指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 。うん、うん、OK、ワンツー黄色は変わりません。かぶってる感じ。そこ見えてない。 OK、 ちょっとかぶってる。ダブルはないね。今赤の白黄色を押さない展開になりました。そうですね、うん、ちょっとあの当たり方が、ね、最初に当たったストーンの当たり方薄かったですよね、はい、もっとあのハウスに入ってる赤に中の中心の近いところに当たらないとまっすぐ後ろに下がらなかったので、うん、ちょっとまあ、吉田知那美選手の1投目に比べたら2投目の方が少し曲がってこなかったですね。そうだね、タッチ、うん、もうちょっとあと2投で2点取られないための、うん、3は欲しいな。負担をプランを作っていきますが、フル4、あ、フル8ちょっとかぶせる感じ、うん、端が本当ちょっと隠れれば OK。 見えてたら深くちゃん持っていく。うん、見えそうそうね。まあ、今ナンバーワンのストーン多分あの丸見えというか、はいはい、ガードもなく見えてると思いますので、まあ、あのストーンの内側の方にこう、まあ、フリーズにならなくても、まあ、ダブルテイクがない位置に置きたいというところですね、はい、スキップから見て9時にあるナンバーワンのストーン黄色のストーンの、ね、これは右手前になるんです。左手前の方がいいですね、はい、右手前だと多分置いたシューターも見えちゃうと思うので簡単にダブルテイクされちゃうと思いますので、
左側ちょっとタップこれだな、クリーン、待て待て、クリーン、穴穴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 あの、ね、今ちょっとストーンにあのウェイトがあって良かったですね。当たった時にちょっとでもこうストーンとストーンの間隔を空けることができたので、そうだね、まあ、本来であればちょっと違った形を想像してたと思うんですけど、まあ、少しストーンが散らばったのは、まあ、まだまだ良かった方かなと思いますね、はい、あと2投で2点まず当たらないといけないチーム藤沢、フリーズされて横から飛ばす、横から飛ばしあるならば、うん、フリーズがヒトロかね、これはこれやってもババンで出されちゃうもんね、あーここはね、うん、いや出されるね、らね、うん、これでいいか、うん、ね、うん、ロールか行き過ぎてもいいかじゃあ、そうだね、そうだね、ちょっと決めちゃっていいかも、あーあ、いいかもね、無理か、2つは出せないか、うん、こっちに、こっちにするか、OK、うん、もう決めちゃって、うん、なんかいろんなダブルテイクだったりロールだったりいろんな話がありました、ね、フリーズって作戦も出ましたし、こっちで多分ね、落ちるところだと思うんだ、その中でどれがいいかなっていうところでしたね、広い、うん、なんぼ11半寄りかな、 OK、吉田知那美選手が心配してたのはヒットロール狙いに行ってストーン、自分たちが投げたストーンがロールしすぎちゃったら大丈夫かなっていうような心配事もしてましたね、あのその結局ロールしすぎた場合にその石打たれちゃうっていう、あのもう点数に関係なくなってしまうと、この時点で2点取るっていうと藤沢選手の2投をワンツーにしないと2点取れないので、ロールしすぎてしまった、例えばもう4とか5になっちゃったらもう意味がないよねっていうようなことを言ってましたね、ただこれは曲げたいですが、ステイほんのちょっとだけ内側、色は3分の2見えてる感じだね、こっちこうじゃなくてもいいもんね、いやいいと思う、下手に近づけない、こうでもだったらどう、若干外側でしたか、そうですね、若干外側でしたね、これ投げやすいターンで、こっちだとここだといやないか、ないどこがベースだ、これ、ノーズ中にあれば、うん、ノーズでいいか、ノーズだね、ノーズでワン取れる、うん、取れる、あ、スリー取れるか、取れそう、ちょい内でも、ちょい内でもいい、うん、ここでもいいね、オッケー、うん、どっから行く、あと1分、いや、こっちでスイッチ使おう、オッケー、オッケー、相手 11.8 だから、うん、ノーズかそれより中だね、うん、あ、50、オッケー、ボード、ボード、オッケー、11ぐらい、ね、まあ、今いわゆるショットの成功の幅も含めて話がありました、そうですね、せっかく決まってもワンツースリー取ったとしても、まあ相手にね、例えばトリプルのチャンスがあるようなところに残してしまいますと、まあ相手のストーンは数多くハウスに入ってますので全部点数になってきてしまう可能性がありますので、まあシンプルなショットなんですけども、自分たちの投げたストーンをどこに置くのかっていうのは大事ですよね、大丈夫か、当たった後内側に入ってきた、チャンスが出てきましたか、そうですね、はい、まあダブル、まあ、直接黄色が見えてるわけではないので、赤はちょっとかぶってる、もう決めちゃっていいと思うな、直接の2つの黄色でいくのか、ハウスに入ってる今センターラインのちょうど12時ですかね、ここにある赤のストーンを使ってのダブルテイクにするのか、どっちがいいのかなって言うんですけど、結構あの今時間がタイトなんで、はい、まあ、鈴木選手から、まあ、迷ってないで早く決めた方がいいよっていうような形で決めちゃってっていうような声がかかってましたね、この赤を使ったダブルテイクアウト、黄色2つ出せれば逆転があります、はい、
1個だけダブルはなりませんでした。ここで試合終了です。最後はチーム吉村が1点ということで7対4で、チーム吉村がこの3位決定戦を制してこの大会3位を取りました。この試合かなり見応えある試合でしたが、まず振り返っていかがでしたか、佐藤さん。そうですね、チーム吉村の方は終始試合の前半からずっと調子が良くて、その、調子を最後までキープできたのが勝利につながったのかなと思います。はい、一方チーム藤沢についてはまあ、途中までいい形だったと思います。そうですね、途中まではやはりこうちょっと尻上がりというか、これから調子上がってきたらまたいつもと同じ試合できるのかなと思ったんですけども、後半ちょっとねなかなか自分たちの思ったところにストーンが置けなくて調子が上がりきらずに終わってしまったのかなと思います。はい、ご覧いただきました女子の3位決定戦、チーム藤沢対チーム吉村、7対4でチーム吉村が勝って、今大会3位を取ったということになりました。この後引き続き3位4位の表彰式の模様をお送りいたします。その表彰式の準備ができるまでしばらくお待ちください。
さて場内ではこれより男子女子それぞれの3位4位の表彰式が行われるところです。カーリング関係者、スポンサーの皆様方、多くの方々のサポートにより、実に3年ぶりに、しかも今お越しの皆様方、観覧されるお客様方を会場にお迎えする形で実施することができました。多くの方々にご来場いただきましたことにより、これはお客様方にあらかじめお約束申し上げていたんですけれども、入場料として皆様方から頂戴する収入を選手に向けて還元するという形で進めてまいりました。今年は賞金総額も予定していた300万円からなんと500万円に増額することができました。これもご来場いただきましたありがとうございます。ご来場いただきました皆様方のカーリングに対しての熱い思いが選手に届いているというふうにご理解いただければというふうに思います。一方コロナ感染拡大防止に万全の注意を払いつつ皆様方にもご協力いただきました。しかしこれまでにない規模で大会を開催することができました。カーリングの契機としてこの軽井沢国際カーリング選手権を契機として選手もそして来場のお客様方もここに集う人々がその距離を縮めてそして触れ合える、そんな場所をですね今回求めてそして皆様方のおかげでこのように取り戻すことができました。本当にありがとうございます。会場の空港軽井沢アイスパークなんですけれども都心から新幹線でおよそ1時間というこの軽井沢の地にありまして日本のトップチームがここを本拠地として練習に打ち込むだけではなく多くの方々がここでカーリングをプレーしあるいは初心者の方でもカーリングに触れ合えるそんな場として定着しました。引き続き皆様方のお力添えでこの軽井沢国際カーリング選手権大会そしてこの軽井沢アイスパークという場所を盛り上げていただければというふうに思っております。今回は本当に配信をご覧のお客様方も含めてですね大会を盛り上げてくださりありがとうございました。この後、表彰式準備ができ次第始めてまいりますので、もうしばらくお待ちください。軽井沢国際カーリング選手権大会2022 3位4位の表彰式を行います。From now onWe'll start the awarding ceremony for the third and the fourth place of Karuizawa International Curling Championships 2022.
今日最終日、午前中この大切な最終日の始まりの時間を大きく盛り上げた4つのチームでございます。皆様大きな拍手でお迎えください。まずは女子の第3位チーム吉村入場、そしてチーム藤沢入場、男子のゲームを熱戦続きでした。3位となりましたチームシュスター、そしてこれから日本のカーリングシーンをきっと沸かせていきますチーム平田入場、今表彰を受けるそれぞれのチームの選手がお客様方の前を通って表彰式へと向かっていきます。この後それぞれのチームの表彰となります。また表彰の際にもね、ぜひとも皆様方のご贔屓のチーム、あとご贔屓のチームでなくても主力を尽くした選手たちに温かい声援をよろしくお願いいたします。それでは女子の表彰から行います。 First, we'll start from the awarding for women's. 軽井沢国際カーリング選手権大会2022、女子4位はチーム藤沢です。中央へお越しください。 The women's fourth place for 軽井沢 International Curling Championships 2022 is team 藤沢。 Please come to the center。4位のチーム藤沢には賞金20万円が贈られます。プレゼンターは大会長軽井沢スポーツ協会五十嵐正勝会長です。お願いいたします。 200,000 yen is awarded to the fourth place team 藤沢。 The presenter is chairman of the championships and chairman of 軽井沢 sport association Mr. 正勝五十嵐、おめでとうございます。お疲れ様でした。ちょっと観客席の方に高く掲げてアピールしていただきましょうか。じゃあお客様方の方にもぜひ。取ったぞ、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは記念撮影を行います。 Commemorative photos will be taken now。ありがとうございました。第4位はチーム藤沢でございました。大きな拍手をお願いいたします。 Thank you. The women's fourth place for 軽井沢 International Curling Championships 2022 was team 藤沢。 Congratulations.続きまして女子第3位の表彰です。軽井沢国際カーリング選手権2022、女子3位はチーム吉村です。どうぞ中央へお越しください。 Now we'll move on to the awarding for the third. The women's third place for 軽井沢 International Carrion Championship 2022 is team 吉村。3位のチーム吉村には賞金40万円が贈られます。プレゼンターは大会長軽井沢スポーツ協会五十嵐正勝会長です。400,000 yen is awarded to the third place team 吉村。 The presenter is the chairman of the championship and the chairman of 軽井沢 sport association Mr. 正勝五十嵐。どうぞ観覧席の方にもお願いします。ありがとうございます。続きまして副賞の贈呈、副賞の授与です。
副賞はエステー株式会社様より北海道トドマツの間伐材を活用したサステイナブルな消臭ミスト、エアフォレストリフレッシュミストが贈られます。プレゼンターは副大会長 NPO 法人スポーツコミュニティ軽井沢クラブ、小沼義弘理事長です。お願いいたします。 Next extra prizes will be given a sustainable deodorant mist using Hokkaido succulent fir timber taken from forest thinning called Air Forest Refresh Mist will be given by ST Corporation. The presenter is Vice Chairman of the Championships and the Chairman of Non-Profit Organization Sports Community Karuizawa Club, Mr. Yoshihiro Onuma. ありがとうございます。それでは記念撮影を行います。 Commemorative photos will be taken now.軽井沢国際カーリング選手権大会2022女子3位チーム吉村でございます。おめでとうございました。 The women's third place for 軽井沢 International Carling Championships 22 was Team 吉村。 Congratulations。 続きまして男子の表彰です。軽井沢国際カーリング選手権大会2022男子第4位はチーム平田でございます。どうぞ中央へお越しください。 Now we'll move on to the awarding for men's. The men's fourth place for 軽井沢 International Carling Championship 2022 is Team 平田。4位のチーム平田には賞金20万円が贈られます。プレゼンターは五十嵐大会長です。200,000 yen is awarded to the fourth place team Hirata. The presenter is chairman of the championship, Mr. Igarashi. おめでとうございます。どうぞ観覧席の方にもアピールしてください。やりました。記念撮影です。Commemorative photos will be taken.よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。男子第4位はチーム平田でございました。おめでとうございます。 The men's fourth place for 軽井沢 International Carling Championships was Team Hirata. Congratulations. 続いて第3位の表彰です。軽井沢国際カーリング選手権大会2022男子第3位はチームシュスターです。どうぞ中央へお越しください。Now please move on to the awarding for the third. The men's third place for 軽井沢 International Carling Championships 2022 is Team Schuster. 3位のチームシュスターには賞金40万円が贈られます。プレゼンターは五十嵐大会長です。400,000 yen is awarded to the third place, Team Schuster. The presenter is Chairman of the Championships, Mr. Igarashi.おめでとうございます。どうぞ観覧席の方にアピールしてください。Congratulations. Please make an appeal. Please raise the board. You got it. Please appeal. Thank you. Yes, please raise. Thank you. 続きまして副賞の授与です。副賞はエステー株式会社様より北海道トドマツの間伐材を活用したサステイナブルな消臭ミスト、エアフォレストリフレッシュミストが贈られます。プレゼンターは小沼副大会長です。Next extra prizes will be given.A sustainable deodorant mist using Hokkaido succulent fir timbers taken from forest thinning called Air Forest Fresh Mist will be given by ST Corporation. The presenter is Vice Chairman of the Championship, Mr. Onuma. では記念撮影です。 Now commemorative photo is taken.ありがとうございます。
軽井沢国際カーリング選手権大会2022男子3位はチームシュスターです。おめでとうございました。どうぞ元の位置にお戻りください。 The men's third place for 軽井沢 International Curling Championship 2022 was Team Schuster. Congratulations Team Schuster, please return to the original place.以上をもちまして軽井沢国際カーリング選手権大会2022男女3位4位の表彰式を終了いたします。選手の皆様おめでとうございました。 Now we are closing the awarding ceremony for the men's third and fourth place of 軽井沢 International Curling Championships 2022. Congratulations to all the awardees. この後13時30分より男子の決勝戦、18時より女子の決勝戦が行われます。ぜひともご注目ください。 Men's final will start at 1:30 and women's final will start at 6 o'clock. Please look forward to them. 選手の皆様はこの後フォトセッションがございますのでそのままお待ちください。3位4位男子女子それぞれの表彰が行われたところです。女子の3位決定戦、解説は佐藤美月さんでお送りしました。まあ、表彰式までご覧いただきましたが、まあ、今大会は入場収入がそのまま賞金に上積みされるという形が取られまして、結構賞金も上がったと。まあ、これはやはり選手モチベーションになりますよね。そうですね、うん、お客様をお迎えしてプレーするのも久しぶりだったと思いますけれども、はい、まあ、自分たちのそのなんですかね、こう受け取れる賞金に、うん、お客様の入場料が上乗せさせされるということは、まあ、選手すごくやりがいを感じるんじゃないかなと思いますね。はい、今場内ではフォトセッションが行われているところです。佐藤さんにはもう少しお付き合いいただきまして、この後の配信予定などをお伝えしていきたいと思います。先ほど場内から話がありました通り、男子の決勝この後1時30分からです。試合が行われますが、そのちょっと前から配信が始まりますが、チーム柳沢対チーム諸角の軽井沢対決です。そうですね、すごく嬉しいですねもう佐藤さん嬉しいですが、はい、どんな試合って期待しますか。いや、柳沢選手、まあ、昨年勝って日本チャンピオンになって、まあ、パンコンチネンタルも経験してきてって形で非常にチームとして成熟してきているところで、まあ、経験豊富な諸角選手を迎えて、まあ、どういう試合になるのかなっていうのは非常に楽しみですし、はい、まあ、お互いに、ね、対戦するのも久しぶりだと思いますので、はい、まあ、地元対決ですけどこう、ね、こう攻め合うような試合を期待したいですね。はい、そして、女子の決勝チームに決めたいチームエイナースのこちらは午後6時からということになります。最新はもうちょっと前から始まります。まあ、これに関しては佐藤さん解説していただけるので後でお話を、伺いたいと思います。それぞれ男子の決勝女子の決勝は、放送のアドレスチャンネル、公式の YouTube チャンネルでお送りしますがアドレスが変わりますので、それぞれお気をつけいただければと思います。そしてカーリング SC 軽井沢クラブの YouTube チャンネルでは、まあ、今大会の注目企画です。いわゆる将棋的カーリング解説ということで、いわゆるカーリングを将棋の大盤解説風にやってみようということで、企画が組まれているんですが、なんと今日最終日は渡辺明名人、そして棋王二冠が登場します。まあ、渡辺明名人はもう本当に軽井沢でねカーリングを何度もやられてるということで、実際にプレイヤーとしてもちょっとやってることですが、すごい企画が登場しましたよね。解説に呼んでくる方が大物すぎていいのかなっていう、はい、すごい感じますけども、はい、こちらSC 軽井沢クラブのチャンネルですので、まあ、別のチャンネルにはなりますがこちらも合わせてお楽しみいただければと思います。どうもSC 軽井沢クラブのツイートを見ると、まあ、本来女子だけの予定が渡辺名人の意向で男子もやることになったと、チャンネル番組のページが立ち上がりました。男子の決勝女子の決勝それぞれ番組がのページが立ち上がっていますので、こちらもぜひ、ご確認いただければと思います。この軽井沢国際カーリング選手権大会を、まあ、最終日楽しめる企画がたくさんありますのでぜひとも皆様夜までお付き合いいただければと思います。ここまで女子の3位決定戦解説は長野県カーリング協会協会育成部長の佐藤美月さんでお送りしました。佐藤さんありがとうございました。ありがとうございました。実況は梅中裕介でした。
軽井沢国際カーリング選手権大会2022、この配信はエステー株式会社、株式会社高沢マテリアルの提供でお送りしました。